はは、ブレスオブファイヤー、竜の戦士。はは、は、ブレスオブファイヤー、竜の戦士。はは、は、ブレスオブファイヤー。はは、は、ブレスオブファイヤー。鳴ってんな。竜の。はは、は、めっちゃ鳴ってんな。オッケーオッケー。竜の戦士。みなさん、チャオミオです。今日は、え、じゃ、戻してから言おうか。みなさん、チャオミオです。今日は、ブレスオブファイヤー、竜の戦士をやっていきたいと思います。先週、今日で3回目なんだけど、先週ね、してくれた、ありがとう、やっほやっほー。やっほやっほ、今日はブレスオブファイヤーです。先週ね、この、ダンクくんが仲間になりまして、扉の鍵を開けれるようになりました。わー、パチパチ。ほんで、ここのね、光の町の村長さんというか、あの、富豪の人が、娘さんがね、金庫に閉じ込められてしまったということで、そっからです、今日は。なんだけど、どうしようかな。そっから行くか。ダンクくんが手に入ったことに、手に入ったっていうか仲間になったことで、扉を開けれるようになったんで、今までのダンジョンをちょっといろいろね、回りたいなと思って、例えばここ。ここ行ったっけ？ここの中にね、行きましょうか。ここから、じゃあ行きます。ここの、どこだったかな？ここ、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 こういうとこ、こういうとこ。こういうとこを開けれるようになったわけですよ。で、どこだったかな？こういう時は、敵にね、見つからないように守り煙を使いましょう。で、この上だったかな？顔色悪い。この人はあれなんだって、灰色の肌の人種なんだって。珍しいよね。面白いよね。あ、ここも終わってますね。ここは終わってるね。こういう感じのとこがどっかにあったと思うんだけど、そうなんですよ。このゲームね、なんか、人間じゃない種族の、純粋な人間じゃない種族の人が多くて、よいしょ。この子、なんか灰色の肌の種族で、この子が竜人族で、この人が、ギリアムさんが、犬の、森の民ですね。この子が、ニーナちゃんが、翼の生えた超人族っていうね、鳥になれる、変身できる種族なんだよね。まだそういえば、ニーナちゃんが変身したとこ見たことない。あったー。あった、ここここ。あったあった。はぁ、これ絶対なんかいいもんやろ。えい。ダーツを手に入れた。ダーツなんだろう。見てみよう。装備。今ね、武器ダガーなんすよ。ダンクの。投げナイフをさ、はじめ持ってたんだけど、ダガーを買ったんだよね。ダーツ、やってみましょう。今、攻撃力75なのが、おー、すごいすごいすごい !89 になったよ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。この子のためのとこですね。あ、Aカウントしちゃった。まず攻撃。ミオが、主人公が今ブーメランを持ってて、全体攻撃ができますね。で、ニーナちゃんが行動力が速いので、大地の鍵を使って全体攻撃します。ビシ。55、61、ワンパンやん。いらんかったやん。みんな一個一個、設定せんでよかったやん。守り煙使います。よいしょ。これで、戻るか。まだね、なんかこう、ダンジョンから出る系の魔法とか覚えてないんだよね。ここで終わりだったかな？ここでもう階段のとこ終わりか。あ、ここさっきあれだね、見たとこだね。そんな感じっすわ。すごいね。扉開けちゃったよ、扉。超楽しい。なんかだいたいこの、ダンジョンが途中からこう、なんか、開けれるとすぐに行ける。あ、行くってエッチな意味じゃなくて、
開け、扉が開けれると、開けられるようになると、すぐに通れるようになる構造に大体なってるっぽくて、途中から。楽しい。これで、今これ1階に戻ったよな。で、ここが、出口ですね。で、前行ってたのがこの下にある闇の街でした。じゃあ戻るか。さっきのとこに行って、光の街に行って、キュール。これがドラクエで言うルーラですね。光の街に行きましょう。ジューンはあれでしたね。砂漠の民の街でしたね。よ。今日も現地に今日も元気に大地の鍵。いらっしゃい、来てくれてありがとう。やっぱ大地の鍵めっちゃいいね。めっちゃいいよね、全体攻撃で。固定地だからね。あ、見つかった。お前たち、さっきの奴らじゃないか。牢獄を抜け出そう。なんて極悪な奴らだ。ごめんね、僕今日さ、めっちゃ喉痛くて。2時間ぐらいで多分終わると思うし、なんか、こういう声かけんの、声変える系のやつできへんかも。今度の鍵はさっきとは違う。今度こそ逃がさんからな。来たら、ミオさんが、来たら、ミオさん、か、またか、エッチな声出してて、血行が良くなりました。和骨です。やほやほ、いらっしゃい。どこの血行が良くなったのかな？もう、ダンク君が仲間にいるんで、前ここに捕まってた時、ダンク君ここで寝てて、話しかけたら起こして、開けて、逃げさせてくれました。あ、ダンク君、すごいですね。なんで今日はちょっと2時間ぐらいでサクッと、短い感じで、終わるかもしれないです。よっと。ほんなら、ストーリーの続き行こうか。来てくれてありがとうね。やっほやっほー。ほんなら、この上に、億万長者の人が、あ、あ、同じこと何回やんねん。のんびり歩いてるから。守り煙の効果が切れた。いいよいいよ。もう守り煙はもう良いのですよ。これで、ここ通って、階段の横の方ね、端の方歩かなかったら見つかるんだよね。こう。こう行ってだな。オッケーオッケー。あ、なんか配置が変わってる？あ、びっくりした。たまたまおばあさんそこにいただけやったわ。こんばんは。やっほやっほー。来てくれてありがとうね。いらっしゃい。今日はブレスオファイアやってます。で、ここの地下に、娘さんが閉じ込められてるんだけど、地下が金庫と繋がってて、こうね。あれ見えてますね。娘さんが閉じ込められてて、これをどうにかしてくれ、どうにかしてくれたら船を貸してやるぞ。船に乗って、反対側に行っていいぞ。主人公のこのミオのね、ミオが、帝国に村を焼かれて、お姉ちゃんが捕まってるんで、そこをね、助けに行きたい。よいしょ。実はわしの娘が大金庫に閉じ込められたんじゃ。あの大金庫は一年に一度しか開かん。早く助けねば娘の命が。どうかお願いだ、助けてくれ。あ、ダンク潰れてきたら、話変わるんじゃなくて、先に助けないといけないのね。了解了解。ほな、助けに行きましょう。よ。よっと。よ。娘さん、光の鍵を奪いに来たのですか？てんてんてん。すいません、そんなはずないわよね。こんな澄んだ瞳をしているのだもの。私は光の鍵を黒竜族に渡そうとする父に反対してここに閉じこもりました。あー、そういう感じ。閉じ込められたんじゃなくて自分から閉じこもったんか。こんばんは、言ったな。ヤホヤホってさっき言ったな。オッケーオッケー。オッケーオッケー。そういう感じが、黒竜族に光の鍵を渡そうとしてたのか、あの大富豪のお父さんは。父が思い直してくれれば。母が亡くなってから、ますます頑固になるばかりで。死んだ母ならば、きっと父を説得できるんでしょうが。これは死んだ母を連れてこいみたいな感じが？どういうこっちゃ？
死んだ母ならばきっと父を説得してくれる。ちょっと待って。娘さんを産んで金庫に入れない。あんなに宝物がたくさんあるのに。あんなに宝物がたくさんあるのによ。おーおーおおおお。行きたいね。あ、行きたいって言ってた意味じゃなくて、立てこもってたのね。立てこもってたんだね。え、どうしよう。娘さん今ずく、お母さん、死んだ母がいればって言ってたんで、お母さんを、あれが呼んでくんのか。そうか、娘がそんなことを。しかし、今さらやめるわけにはいかん。鍵を渡さなければ、奴らは娘に手を出すに違いない。あんな鍵一つで娘が守れるのなら、安いものだ。ああ、そういう感じね。さ、なるほどな。人質にされるってことね。でもなんか、それで鍵を渡してしまって、黒竜族がつけ上がったら、もうこの国とかも全部、なんか、滅ぼされちゃうんじゃないかな。魚食え。ダンクは魚を食べた。ミオさんも行きたいんですね。僕も行きたい。中に行きたいんだよ。中に行きたいって言っちゃう意味じゃなくて。何言ってもあかんわ。ほんなら、ちょっとね、心当たりがあるんですけど、なんか、魔女の塔って言ってなかったんだよね。魔女？魔法使いの塔？娘に手を出す、過去意味深。ほんまやな。娘に手を出す意味深やで。でも実際そうかもしれんけどね。そういう、やばい奴らだからな。やばい奴らっていうか、なんか、帝国兵の人たちは、こう、仕事だからやってるって感じだったけどね。中で行きたいんですね。わかったって。わかったわかった。中で行きたい。じゃあ、中に行きたいね。ここで、はい、闇の町にもう一回行きました。ここめちゃくちゃ、騙されてめっちゃお金をね、ぼったくられる町ですね。で、なんか、魔術師、ここの左にある、よ。ここのさ、反対側、ここの上、あそこに塔あるじゃん。あそこまだ行ってないんだよね。だから多分あそこでなんか行くんだと思うんだけど、なんか魔法使いの情報がなかったかな。なんかここで確か聞けたと思うんだけどな。盗賊ギルドの親方に相談してみな。ダンクじゃないか。やったな。おめでとう。あ、そっか。盗賊のね、修行というか、盗賊の墓に行って、自信をつけてきたんで、自信をつけてきたっていうか、一人前の盗賊になってきたんで。ここの連中はみんな黒竜族に故郷を滅ぼされたんだ。各地に住んでる人たちっているよね。あの人たちって何だなんだろうね。なんか家の下に隠れて住んでる人たちがいるんだよね。いいえ。これで3回、2回ハイをして、2回家をして1回ハイをすると、チュンリーが見れましたね、先週ね。闇の鍵は何かの女神様に関係あるんだって。闇の鍵も取りたいですね。ここまだ闇の鍵ももらってないからね。盗人の墓には究極の盗みテクニックを記した秘伝の書が隠されているんだ。俺も行きたいけど砂漠は暑いからな。これで、6万円払ってですね。6万5千円の金の延べ棒を買ってきてですね。あれしたのよ。あ、光と闇の塔のおじいさんが幽霊と話しているのを見たのよ。死んだ人を呼び出すなんてできるのかしら。これだわ、これ。これこれ。めっちゃこれ。光と闇の塔に行きましょう。お前にはもう教えることは何もない。いつでもわしの後を任せることができるな、盗賊ギルドのおやさん。ほんなら光の塔に行きましょう。でも行く前に、行くって言っちゃう意味じゃなくて、光の塔に行く前にちょっと行きたいところがあって、今ダンコ君一番前にしてるんだけど、ここってヒュールできんのかな？ヒュール。あ、ここでは使えません。街の中ではヒュール使えないんだ。じゃあちょっと一回、出ましょう。出た。あ、エッチな意味じゃなくて、何回言うねん。キュールで、ロメロ村に行きまーす。
で、なんだっけ、パスラの浮島の中に、まだ出ない鍵が、鍵のついた扉があったんで、そこをね、ちょっと回収していかれたいと思います。まずは、並び替えて、ギリアムを前に出すと森の中を歩けますね。あ、めんどくさいから、守り、煙守りしていくわ。何回行ってもいいんですよ、ミオさん。何回行くって言うっていう字よ、言うっていう字。おいしい。あれ？あれ？なんだっけ？道具。あ、やばい。持ってきてないわ。ここに入るために、大昔の石板みたいなやつがいるんだけど、それちょっと預けてきてるんで取りに行きます。ここに、道具屋さんがあって、そこでね、銀行になっているから、銀行から取っていきましょう。はい。道具、出して。祠の鍵。綺麗な帽子、獣人、謎の石板ありました。これですね。よし。このおっちゃんがさ、おっちゃん、銀行のおっちゃんがさ、ハート振りまいてんのがいつも面白いなと思う。これで、石板を持ったので、中に入れまーす。石板を取って、おい。ギリアムは石板に書かれた呪文を読み上げた。出せますよ、ミオさん。準備万端やで、みたいな。石板を出せるね。石板を銀行から出すね。こんばんは。やほやほ、いらっしゃい。来てくれてありがとう。今日は、ブレスオブファイアやってまーす。並び替えしまーす。この盗賊の子が仲間になったんで、開けてない扉を開けに来ました。Hey you babe. Hello. Thank you for watching my video. よ、ここ開きますね。Today I play Blaze of Fire. It's role playing game RPG. ここね。ここ。ここは。力の強い仲間がいないとできない。ダンクの力では壊せそうにないらしいので、どこだっけ？どこだっけ？どこだっけ？扉がね、あるんすよ。上か。上行きましょう。せっかくすぐ通れるようになってたのに、ぐるっと一周してきた。ここだ、ここ。で、上にすぐ行けます。すごいね。後から来た時にさ、すぐ行けるような構造になってるんだよね。あ、すぐ行けるってエッチな意味じゃなくて。これで上に行きまーす。で、ここもすぐ行けまーす。ダンクくんが一番前にいると扉を開けることができる。ほんで、まだ行ってなかったのがここ、ここ。ここまだ入れてなかったんだよね。よし、こっから、未知の世界。で、こっち側行けへんなーって言ってたよね。なんか、見て、外行ける。外に行けるじゃないですか。どういう構造？エッチな意味じゃないんですね。エッチな意味じゃないよ。おーっしゃー。溶岩の盾を手に入れたー。まだ上あるじゃん？あ、ここ後から来るとこなんじゃね？もしくは、竜の試練か。竜の試練のとこじゃね、ここ。まず溶岩の盾見ましょう。鋼の盾つけてるけど、溶岩の盾とね、今、防御力115、溶岩の盾は？うわ、すごっ！強っ！え、溶岩の盾って呪われてる？大丈夫？攻撃、めっちゃ防御力高くなるけど、ダメージ2倍みたいなやつじゃない？え、すごない？え、めっちゃすごいやん。え、どっちにしようかな。この子は盾使えへんから。
まこの盾使えるけど。つえー。溶岩の盾とりあえずつけとく？いっか。とりあえずこれでいっか。盾つけようともしたことなかったけど。ここなんだろう。装置を動かすための鍵穴がある。これあれじゃね？あとでさ、なんか二つあるし、闇の、光の鍵と闇の鍵持ってくるんじゃね？あ、いっぱいあるじゃん。装置を動かすための鍵穴がある。もう絶対後で来るとこだよね。いや、これ全部鍵をさ、全部集めて、もう一回ここ来るんじゃない？わし最近ミオさんの配信に来るとエッチなこと考えてしまうんですよ。病気のですかね？そうだね。そうだね。なんでだろうね。なんでだろう。Just now I play game Dawn of Zombies Survivor. I go play Serpent Place It's Boca Place.And I kill the Boca Boss. Boca って何やろ。And I win and I get legendary weapon. あ、そうなんだ。ゾンビサバイバルやってるんですね。いつもゾンビサバイバルの話しはる。ゾンビサバイバル好きやろ。全部で6つあったから。6つ ?8 つ ?6 つ ?8 つすげえ、ここなんか宇宙に浮いてる。なんだここ。なんだここ。なんだここ。なんで、多分後で来ますね、ここ。まあ、溶岩の盾だけ取れたからよしとしましょう。アスランの浮き島やべえ。バイオハザードかな？なになに？バイオハザード？ゾンビサバイバルってバイオハザード。あ、ゾンビ系だね、バイオハザードもね、確かに。確かにゾンビサバイバルだわ。バイオハザード。ほな、帰ろう。ほんで、魔術師の塔に行きましょう。魔術師。魔術師。魔術師の塔。サクサクサク。サクサク。早くね、走れるようになりたい。まだ走れないから、これでじゃあ、戻ろか。私はミオさんゾンビに噛まれたいですね。それって指名できるの？指名できるんかい。あ、石像調べて、どこ？どこ？どこの石像？どこの石像？調べる、調べる。調べる、どこの石像？どこの石像？The type name is Royal Ark. Ark ね。The type name is Royal Ark. 石像どれ？どこの石像？どこどこ？一番上？ Ark はあれですね、持ってるよ。あんまやってないけど。まだあんまりできてないけど。これは、あれじゃなかった？ワンパンじゃなかった？一番上にあった二つの石像、了解。一番上ってどこ？塔の一番上じゃなくて、あの、石像、なんかこう、鍵穴あるとこあったじゃん？あそこら辺？石像ね、了解、ありがとう。ここで、よいしょよいしょ、よいしょよいしょ。ちょっと待って。煙玉が切れてるよね。守り煙が切れてますね。守り煙。一番上にあった二つの石像。よいしょ。どこ？ここ？あ、アイスダガーを手に入れた。わあ。命の鎧を手に入れた。ありがとう！すげえ。今、ダーツ取ってきたから、89になってるけど、アイスダガーは？強い。アイスダガー強い。え？命の鎧。
解説。防御力115、重さ8、鎧、ミオが使えます。命の鎧だって、ありがとう。なんか、あれだね、HP 回復しそうな名前。防御力が115から200。強すぎね。強え。強え。ちょっと待って。シーフスーツは絶対使えるやろ。ダンク、やっぱり。で、またぎの服よりはシーフスーツの方がいいんじゃない？やっぱ。防御力120から134になりました。いいですね。やったぜよ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ここヒュール使えないよね、多分。Are you her boyfriend? It's top secret. 使う必要はありません。ちょっと待って。ヒュール、やっぱりここじゃ作られないね。じゃあ、戻ろうかな。防御力上がすり言いすぎた。思った。桁が強かったね。80ぐらい上がったもんね。すえー。ありがとうね、教えてくれて。だってあそこ多分、あれやろ。多分、ストーリー的に。あ。右からしか行けないんか。ストーリー的に多分、だいぶ後で行くやつだもんね。守り煙を使いましょう。道具。守り煙使う。よいちょ。My Goofy! Goofy? あ、お兄ちゃん。あ、お兄ちゃん。Goofy? My Goofy。My Goofy ってどういう意味やろ？みおさんの場合、みおさんの場合、ボーイフレンドというかセフ。昔の話だよ。さあ、昔の話はやめるんだ。よう分かってんな、よう分かってんなじゃないけど。そんなことないよ。ちゃんといろんなことありましたよ。ゲフンゲフン。ゲフンゲフンがすごい。ほんなら、魔術師の塔に向かいます。一回。実家に帰って、ドラゴニール。ただで休ませてもらおう。お金預けてきた方がいいからな。よいしょ。昔の話なんかーい。お兄ちゃん、ラー・バーカー。ラー・バーカー。なんか安心しました。どういうこと？まあ、本来だとかなり先で取る装備なのよね。だよね。やっぱりすごいよね。だって桁が違うかったもん。上昇量の桁が違うかった。80とかあったもん。なんか安心しました。お兄ちゃん、ラー・バーカー。LH って何やろ。あっつ。じゃあ、闇の町に行って、あ。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。ちょっと待って、お兄さん。そう、守り煙が減ってたので、どうせやったら戻っていけば、買えばよかった。これ、外に出ないとルーラーできない、ヒュールできないな。よいしょ、よいしょ。ドラグニール。カンタベルの方が良かったかな。カンタベルの方が安かったっけ、守り煙。カンタベルは僕が助けたというか、王女を救ったから、めっちゃ安く売ってくれるんですよ。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、オッケーオッケー。こんだけ買ったらいいやろ。よし。みおさん is technical. テクニックないよ。何のテクニック？何のテクニックそれ。あ、ゲームのテクニックね。ごめん。ゲームのテクニックね。
ゲームのテクニック、ゲームのテクニック。じゃあ、とりあえず一応セーブしておきましょう、ここね。旅の話しますよ、と。では、気をつけて行くがよい。オッケーオッケー。大丈夫？なんか必要なもん他にない？知力の実は15個ありますね。だから、知力の実1個で 20AP 回復するから、まあまあいけんじゃんね。まあいいんじゃない？お、ちょっと待って。カバーがいっぱいだわ。こんなにいっぱい入らないよ。じゃ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 、能力、ヒュール。ロメロモラが一番近い。ミオさん、絶対うまいはず。そう、ゲームが。そういうゲームが。ゲームね。ゲームがうまいんだよ。そういうゲームってどういうゲーム？ゲームがうまいの。どううまいんかわからんけど。知力の実来た！知力の実じゃないって知力の実、知力の実です。ブロードソードは、あれですね、ダーツもマタギの服もいいな。ブロードソードは今一番強いから、ボス戦になったらこいつを。薬草はもういいかな？ツースタックあればいいでしょう。投げナイフももういいね。紐付きに財布は一応ずっと持っておこう。これでいいんちゃうか？これでだいぶ空いたんちゃう？買える。で、守り煙上に置きましょう。クラギンの壺も燃えんちゃう。氷の扇子は時々行くかもしれないからちょっと置いときましょう。クラギンの壺預けます。あ、預けれへんわ。また使うのかな。よし、オッケー。こんなに入らないって言われた昔が懐かしい。懐かしいでございます。今は年を取って気力がないです。あははは。何を報告しとんのや。何を報告してねん。ヒュール。まあ、いっか。闇の街行きましょう。よし、じゃあ、整理してきたし、カバンの整理もしてきたし、ほな、魔術師の塔に行きます。さっき、守り煙使ったっけ？まだ守り煙効いてる？これ。よいちょ。この反対側だから結構ね、ぐるっと回っていかないといけない。湖を、あ、やっぱ使えてないね。どうしようかな。よ。やっぱまあ、定番でね。つえニーナちゃんダメージ88！ いいじゃん、いいじゃん。さすが。アイスだが。やったね、ありがとうね。あ、ちょ待って、なんかいるけど、あそこ取れないよね。あれ取れないよね。あの子取れないよね。あの子さすがに取れないよね。肉にしても、取れないよね、あれね。取れへん、あれは取れへん。まあ、しゃあねえな。しゃあねえ、他にいるかなと思ったけど、いないし、行きますか。あれは取れへん。さて、魔術師の塔に入りました。ここで、開けます。これで入れます。ダンク君だから入れるダンジョン。ただ、ミオさんの配信に来ると若返るんですよね。どこが若返っとんねん。
若返ってんのか。そうかそうか。こういう反対、後ろ側一応見ておきましょう。何もなしやね。守り煙の効果が消えた。一応、ここ新しいダンジョンなんで、守り煙なしで戦っていって、あ、こいつらもう雑魚だなってなったら、守り煙使おうか。雑魚だわ。びっくりするぐらい雑魚だわ。どうしよう。いっちゃん初めの町で出てきた雑魚だった。いっちゃん初めのところでできた雑魚だよ、これ。ほうほう、こういう構造ね。ぐるーっと行って、このおじいさん絶対戦わなあかんやつやわ。わお。ジェルニット。あ、いいんじゃない？気持ち悪いって僕が前言ってたやつ。ジェルニット。で、こっちね。あ、一周してきましたね。じゃあ、おじいさん話しかけまーす。絶対この人門番でしょう。はぁ、ゴールデンスライム。戦う。ディーナちゃんは、大地の鍵。安定の大地の鍵ね。41。べし。大地の鍵、オッケーオッケー。いいよいいよ。ゴールドスライムめちゃくちゃ強いんだけど、めっちゃ、ドロップがうまいんだよね。もういけるんちゃうか ?50! やったね。いいじゃんいいじゃん。あし、いいよ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 。ダンコくんが早くてありがてえ。3000ポイントの経験値を1000人やからね。行きましょう。お主は勇者か？お主が伝説の勇者ならば、わしの宝を授ける。塔を登り精霊の試練に耐えよ。ならばお主を勇者と認えよう。怒りと闇の塔、あ、なるほど。おじさんがここにいて、あれ、ここ光のや、光と闇の塔じゃないの、ここ。ここの上に、あれ宝箱があると。おじいさんが動くことで宝箱に触らせないという構造でしたね。なんてこった。勇者だから一人で行けって言われるかと思ったら、そんなことなかったね。どうしよう。ゴールドスライムだけ倒したいけど、この辺は結構雑魚なんだよな。もうちょっと歩いたらもう来る、煙守り使っちゃうかな。まあ、でもお金割と、まだあるしな。いっか。守り煙使いまーす。よしよし。で、こっちも下側は何もないっすね。右と左があるけど、どっちか行こうかな。左から行くか。すごいね。あ、宝箱。サンダーストーンを手に入れた。いい方から、当たりから来ましたね。着付け役を手に入れた。宝箱はね、全部取っておきたいんで。このゲームさ、めっちゃ宝箱あるよね。思ってたんだけど。いいね、いいね。上も見ておく？入り、突き当たりっぽいですね。オッケーオッケー。じゃあもう右行きましょう。よっと。上？上から降りてくる階段と上に行く階段があるね。2個階段がありますね。一応じゃあ、手近な方から行こうか。で、ここで上がったら構造がわかるから、こっち取って、万能薬を手に入れた。なんか試練だよって言われてるのに、守り煙使ったらズルした感じがするね。登ってこいや、これが、角兜を手に入れた。登ってこいや、これが試練だぜって言われてんのにさ。角兜。道具、解説。よ。角兜。防御力37、重さ6、兜。ミオ、ギリアム、ダンク。男の子が装備できる感じか？太陽の兜だと、角兜どっち？太陽の兜134。あ、角兜の方が強いですね。青銅の兜よりかは角兜ちゃう？おー、27上がりますね。青銅の兜が多分一番弱いんで、この子でいこうかな。是正していく感じでいきましょう。
って思ったけど、よく考えたら主人公めちゃくちゃあれだわ、防御力高いわ。程度の兜、一番防御力が低いけど、この子の昭和の兜そんなもともと強いと思うんだよね。あ、はい、上がりました。これでいこう。角兜行ってこい。よっしゃよっしゃ。ほんならぐるっと回って上登ろか。取れましたね。取れました、取れました。上がる。ここぐるーっと回らないといけない構造ですな。ここに階段が1個ある。右にもあったよね、さっきね。どっちか行こうかな。手近の方からとりあえず上がりましょう。守り煙使いまーす。守り煙使って、ほう。どういう感じ？ここが上？ほう。ここさっき来たっけ？あ、階段2個あるわ。下の2個の階段がさらに上の階段に1個ずつ繋がってますね。こっちじゃとりあえず上がりまーす。よ。待って。まず宝物取ろう。まずは宝物を取ろう。あの宝物はね、多分なんかいっぱい歩く分、多分いい宝物だと思うんだよ。使う守り煙使いましょう。いい宝物だと思うんだ、これ。よっ。派手なバンダナを手に入れた、ニーナちゃんかな？ニーナちゃん用武器かな？ 2000デニーを手に入れた、いいんじゃない？ニーナちゃんで使ってみましょう。派手なバンダナ。今、防御力107が？あ、ヘッドギアの方がええわ。今何が変わった？行動力が変わったんか？行動力が4上がるけど、防御力が4下がるので、今のままヘッドギアのまま行きたいと思います。派手なバンダナ別にあったな。なんだ。なんだ。シュン。じゃあ、さっきのオーブンとこまで行きましょうか。絶対オーブンところであれなんだよな。ボス戦なんすよ。今までの流れ的に、あの宝石というかオーブンのついた、柱に触れると絶対ボス戦になる。ニーナちゃんだけちょっと回復しとこうかな。まあ、一応回復しとくか。一応回復しとくか。気力の見つかっときましょう。安いしね。オッケー、行こう。レッツゴー。ほら来た。袋？炎の化身みたいな子だね。これは勇者の血を引く者以外には破ることができない結界だ。と言いたいところじゃが、実は昔光の鍵を盗まれたのじゃ。いや、面目ない。まあそれは置いといて、我が試練を受けよう。閉まらへんなー。閉まらへんなー。とりあえず特殊能力断固なし。ミオはスノーの方が効くかな。サンダーでいい？ファイヤーは多分ダメだと思うから、サンダーパピーとりあえずなります。ギリアムさんは、レイガとかありますよ。とりあえず置いとこう。じゃあ、攻撃します。あ、ボス戦だったのに、ブロードソード装備してくんの忘れた。置いとくなよ。まあそれはさけおき。トップリフが一番リバルがあれだね、キツケ役だね。トップリフが一番回復する。デスプがなんだっけ、デスプなんだっけ、ギーガンがとにかく攻撃力が上がるので、ギーガン行きましょう。強くなれミオ。変身。痛い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 。割と痛いよ。
割と痛い。割と痛い。割と痛い。攻撃しましょう。ミを攻撃。ギリアムさんも攻撃。ニーナちゃんは、プララク、確定、カテクトかな。とりあえず、ニーナちゃん飛んでんのにめっちゃ食らうやん。とりあえず全員カテクトしていきたいですね。硬くなれ。硬くしてあげる。燃え尽きろ。やべえ。やばい。やばい。ニーナちゃんめっちゃやばい。やばいよ。ニーナちゃんやばいよ。やばいよ、やばいよ。ディスプは生じゃなくて、生属性攻撃。ありがとう。生じゃなくて、生属性攻撃ね。ありがとう。わかってるね。じゃあ、どうしようかな。攻撃、攻撃。で、ギリアムは、次。次ね。ニーナちゃんの、ターンを一個、省略するために、先にリリフをしておきましょう。で、アップリフをします。ニーナちゃん。はい、ニーナ。元気になれ。元気になれ。オッケーオッケーオッケー。イカズチ来たー。いった。イカズチ合戦やな。イカズチ合戦やわ。で、バンクは、どうしようかな。薬草使っとくか。薬草。こうしといて、攻撃、攻撃、アプリフ使いましょう。ミオ。元気になれ。大地震。痛い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 。オッケーオッケー。薬草、オッケーオッケー。いいんじゃない？今、ダメージ何で入ったん？何何？表面の熊で、表面の熊で全滅してきた修行が足りないなり。いらっしゃい、生きてくれてありがとう。一気団結やってきたのかい？ダンクくん攻撃、ミオも攻撃。ちょっと待って。ニーナちゃんが死にそうなのが怖いんだよな。とにかく、どうしよう。ミオはずっと攻撃させよう。ダンクくんは、薬草を使いましょう。自分に薬草、ミオ攻撃、ギリアも攻撃、で、ミーナちゃんはその間に、カテクトをどんどんね、使っていきましょう。自利品だから。よし。硬くなれ。これでダンクとニーナちゃんがカテクト使えている。いいんじゃない？薬草。で、タンクくんは薬草。ちょっと待って。薬草を、ニーナちゃんに使いましょう。ミオは攻撃。ギリアムさんも攻撃。ニーナちゃんはアプリフを使いましょう。ミオもあれだよね。もうちょっとカテクト。もう一回もやってないよね。カテクト欲しいですね。地震固定ダメージが痛い。固定じゃん。固定ダメージじゃん。ツラタン。辛いな。攻撃する？薬草使っておきましょう。ニーナちゃんに薬草。で、この隙に、ニーナちゃんはカテクトをどんどんやっていこうかな。いや、でもなんかカテクト効いてる感じがしないんだよね。なんか、魔法ばっかり使ってくるからかな。硬くなれ。イカズチ140。必殺出た。260いいじゃない？ダメージ15。薬草、ギリアムに使えます。ミオ攻撃、ギリアムも攻撃、ニーナちゃんは、アプリフを使いましょうかね。ミオアプリフ。回復しましょう。元気になれ。イカズチ。あ、でも、あれだね。効いてるよね。やっぱり、カテクトが。カテクトが効いているよ。いいじゃん、いいじゃん。で、今度は、こうして、これで全員カテクトできたな。こうして、こうして、こうして、
ニーナちゃん、次はプララク行きましょう。ミオがね、やっぱり攻撃の要なんで、この子が一番、幸せになれ。ラックが上がって、クリティカルが出やすくなる。はず。130。18。13。あんまし分かってなかったけど、普通に大地の鍵使った方が良かったんやな。薬草使いまーす。ダンク。で、ミオ攻撃。ギリアムさんは、大地の鍵。ニーナちゃんは、アプリフでダンクを回復。元気になれ。大地震。大地震辛い。大地震辛いよ。辛い辛い辛い。怖い怖い。130いいね。やったー。倒せたー。倒せた倒せた。よかったー。もうちょっと粘られるかと思った。4800ポイントの経験値と1200ゼニーを手に入れた。ミオはレベル19になった。HP が110上がる。やった。運の良さ2。やったね。よくやった、ミオよ。お主に鍵を託そう。それと、この鍵の片割れ。光の鍵もお主の手で取り戻してくれ。じゃあよろしく。軽っ。じゃあよろしく。はい、わかった。両。わー、来た来た来た、新しい鍵。ララララタタタン。おー、明るくなりましたね。光の鍵ゲット。ちょっと待って、ちょ、アプリフ。死ぬ。回復しておきましょう、みんな。わー、光の鍵ゲットだぜ。これってば、なんかある、闇の鍵ゲットか。女神に関係のあるアイテムのようです。王の鍵は女神に関係ないのか。闇の鍵はあれですか？大地の鍵みたいに、あれですか？戦闘中に使うと何かありますか？闇の鍵ゲットだぜ。ピッペ帰っちゃう。オッケーオッケー。やったね、これで。あ、こっちじゃねえわ。試練にクリアしたから、下のおじいさんにね、なんかもらえるっぽい。え、なんか新しいの来た。あー、使えんかった。大地の鍵、あ、使ってるわ。ちょっと待って、ちょ。ダンク君は攻撃、ミオ攻撃、ギリアム攻撃。なんか、隊列の強いやつ来たよ。ヘルムナイト。強い。大地の鍵、オッケー。720ポイント。割と強かったんじゃん。さあ、帰ろう。これで、下の老人になんかもらえるから、こいたら多分なんかストーリーが進むんじゃない？新しい敵じゃん。シャドウは前出てたね。別に、強くもないけど弱くもないぐらい。呪いやめて、痺れやめて。めっちゃボコボコにするやん。ボコボコやん。にゃー。呪いつらい。え、呪い食らってたのにあれだったね。ゾンビになってないから攻撃力は下がってないか。呪いはあれか。薬草だった。ラックが1になるんだったかな。ヤクリ。呪い食らったまんまだと、ラックが1になるので、クリティカルが出なくなりますね。確か。だったよね、合ってる？さあ、下がろう。降りよう。クリアしてきたで、おじいちゃん。よくぞ精霊に打ち勝った。お主こそわしが待っていた勇者じゃ。さあ、宝を持って行くがよい。なんだろう。黄泉の鏡を手に入れた。これであれか、幽霊と話せんのか？解説。黄泉の鏡。霊界を覗くことができます。すげえ。
てか氷河の兜使えへん。聖堂の兜、氷河の兜、あ、氷河の兜の方がやっぱり強かった。こっちの方がなんかいい気がしたんだよね。呪いつらい、呪いつらいって。失敗、そりゃそうだ。ペシバシ、オッケーオッケー、いいんじゃない。やりましたな、やりましたぜよ。普通に倒せたね、さっきの敵ね。精霊、よっしゃ、これで。ちょ、一回家帰るわ。実家帰るわ。で、寝てくるわ。MP ないから。MP じゃない。AP がないから。AP ってアビリティポイントかな。おばあちゃん、寝かして。疲れているのかい？休んでおゆき。ありがとう。で、光の町に行きます。で、娘さんがね、地下に立てこもっている、富豪のお父さんのところに行きましょうね。キュール。キュール。光の町。オッケーオッケーオッケー。で、また見つからないように端っこを取って、よいしょよいしょよいしょ。あれ、いない。大富豪のお父さんがいない。こんばんは。おはようございます。やっほやっほー。来てくれてありがとう。こんばんは。かな。僕の中では今は夜。こんばんは。来てくれてありがとうね。今日はブレスオブファイアやってまーす。鏡取ってきたよ、娘さん。父が思い直してくれれば。母が亡くなってから、ますます頑固になるばかりで。死んだ母ならば、きっと父を説得できるんでしょうが。鏡、黄泉の鏡取ってきたよ。どこにいるんだろう、おっちゃん。大富豪のおっちゃん。さっきまでここにいたもんね。上かな？あ、いた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 。よ。そうか、娘がそんなことを。しかし今更やめるわけにはいかん。鍵を渡さなければ、奴らは娘に手を出すに違いない。あんな鍵一つで娘が守れるのなら、たい安いものだ。そこが変わった。ダンクが黄泉の鏡を掲げると、死んだはずのロズオータの妻が現れた。あ、オリナ。あなた、悲しいけれど、あなたは変わったわ。どうして自分の力で自分たちを守ろうとしないの？考えてみて。鍵を渡すことが本当にあの子のためになるの？目を覚まして、あなた。貧しいけれど強かった、あなた。おう、そうだったな。いつの間にか自分で何とかする気持ちをなくしていたんじゃ。ありがとう、アリナ。わしが間違っていたよ。きっと分かってくれると信じていたわ。だって、愛する者を守れなくて何が男だっていうのがあなたの口癖ですもの。また会えて嬉しかったわ。さようなら、あなた。愛しているわ。ありがとう。やっとわしも目が覚めた。わしが間違っていたよ。娘にこのことを伝えてくれ。おお。おお、だって年じゃもん。だって年じゃもん。
変わりもするさって。この人実は王様じゃなくて大富豪なんだけど、確かにね、嫁さん亡くなったら人変わりもするよね。確かにね、いろんなことありますね。父が思い直してくれて本当に良かったわ。でもこのままでは黒竜族が黙ってないでしょうね。奴らはもうすぐ鍵を取りに来ます。どうか黒竜族を追い払ってください。お願いします。ちょっと待って、セーブさせて。ちょっと待って、セーブさせて、セーブさせて。いい話だったよね。僕もちょっといい話だなと思ってたいい話だなと思ってた。やっぱね、だって年じゃもんだって年じゃもん自分の力じゃなくて誰かに、誰かを頼ることもね、大事ですからねあー、いい話だいろんな見方がありますねちょっと待って、ちょっと待って、セーブさせてくれ。はい、ありがとうございます。光の鍵はこの塔の上です。皆さんに鍵を託します。ああ、ここから上に登れんのが、オッケーオッケーダーツを手に入れた、薬草を手に入れた。人生にセーブなんてないんだよ人生にセーブなんてないんだよ。サンダーストーンを手に入れた、薬草を手に入れた、薬草、鋼の盾を手に入れた。鋼の盾は誰だろうね。絶対太陽、溶岩の盾の方が強いから。鋼の盾持ってんなちょっと待って、荷物の整理をしていきましょう。人生にセーブなんてないんだよ厳しい厳しい今からじゃああれだね、このとか、ここの上塔になってたんだ。こういう構造なのね。あ、こういうことか。ここの上が塔だったのかなんか大富豪の人のお家のお家はなんか光の塔とつながっててっていうのを聞いてたんだけど。こんばんは、やっほやっほー、今日はブレスオファイアやってます。今からちょっと、あれ、ここ、あ、銀行じゃなかったか。銀行に行って荷物整理をしてから今の塔にね、登りたいと思います。やっほやっほー、来てくれてありがとうねー。よキュールでロメロ村が一番近い、道具屋が近い。よし。ここで荷物を預けまーす。お金も預けようかな。預ける。道具預ける。いろいろ。サンダーストーン、青銅の兜、派手なバンダナ、鋼の盾ももういいね。ダーツももういいね。サンダーストーン、パロテインももういいかな。リフルエキスは、9個あればいいか。多分後でめっちゃ使うんだよ、リフルエキス。シェルヘルム結局誰も使えてないんだよな。多分次の子、次ま、仲間になる子が多分使えるんだと思うんだけど。こんなもんかな。エムの涙ももういいかな。ゾンビをあれなんだけど、知力の実だけあれば、だいたいできるので。お金。お金預けます。29,000円。あ、もう全部でいいや。やっほい。やっほい。あの、銀行のおっちゃんのやっほい、結構好きよ。ほんだら、光の塔に行きましょう。気力の実、オッケーオッケー。まだあるね。キュール、光の町。光の塔に登りまーす。セーブします。ドラゴンのおっちゃん、俺の話を聞いてくれ。俺の話を聞いてくれ。俺の話を聞け。
5分だけでもいい。だっけ？合ってる？間違ってる？保冷下行きまーす。そんなら。レッツラゴー。知力の実あるのか。知力の実あるのか。墓は神の溝知る。知力の実あるのかは、ん？知力の実あるのかは神の溝知る。どういうことどういうこと？何？解文？解文？解文？下から読んでもみたいなやつ？さて、ダンジョンに来たけど、民家の上にある塔にモンスターは出るのでしょうか？あ、宝箱あるよ。ファイアストーンを手に入れた。ここの構造あれやね。あの前の魔術師が、魔法使いがいた、悪い魔法使いがいた塔と一緒やね。おぉ、え、もういいの？試練とか受けなくていいの？試練も受けなくていいの？よっしゃ。ダンクはきらめく光の鍵を手に取ると袋の中に収めた。オッケーオッケー。これであれだね。昼間でも明るい街が。夜が訪れましたね。知力だけなのか実なのか。知力の実。知力の実。あ、のみね。なるほどね。知力のみあるのか、知力のみあるのかは、神の溝知る。ああ、面白い。なるほどね。のみね。なるほど。オンリーって意味ね。なるほど。のみね。なるほど、なるほど。知力のみあるね。さて、降りてきたぞよ。お嬢さんどっか行っていらっしゃるな。光の鍵もあれ、バトルでは使えない感じかな？後で使ってみようか。あ、なんだ、今からめっちゃ長いダンジョン登るのかと思ったら、そんなことはなかった。普通に持ってこれたわ。私も早く父と母のように愛し合える人を見つけたいですわ。及ばずながらミオさんに協力いたします。このうちのものは何でも持って行ってください。あ、ごめん、もうだいぶ持ってっちゃったわ。もうだいぶ持ってったわ。ダンクは鍵を腹に収めた。何その、なんか取られそうだから飲み込んだみたいな。腹の胃袋じゃねえんだよ。普通の袋。胃袋じゃないよ、普通の袋よ。違う違う違う、この家のものじゃねえよ。あ、違う違う違う、船借りたかったの、船。船を借りたかったのよ。え、船はこの家のものに含まれますか？おやつは、バナナにおやつは含まれますか？おやつにバナナは含まれますか？みたいな。ん？今何でもって言、いいよね、何でもって言ったよね。船行けるかな？行ってみよう。あ、おっちゃんが、船の前に行った。おっちゃんが。ローズオータさんから話は聞いた。すぐ出航したいところじゃが。あそこに黒竜族がいるだろ。あそこに黒竜族がいるじゃろ。今出航するのはまずい。どこにいるの？どこにいるんだ？あー、はいはい。なんだお前ら、何をこそこそ？ん？お前が持っているそれは、そりゃ光の鍵じゃないか。袋の中に入ってんのによう分かったのお前。なぜお前がそんなものを。さあそいつをよこせ。そうなると思ったんよ。知ってた。土地と人をもらおう。土地と人。大富豪だけどこの土地はあれなんだろうね。この人なんかな。土地と人もらったらめっちゃいろいろできるな。それいいね。釣り竿売ってる町だからね。土地と人をもらう、いいですね。バナナを含むなってそんな。どこに含むんですかね。バナナを含む、いいね。おやつにバナナを含まれますか。どこに含むんだろうね。バナナを含むなんてそんな。それおもろいわ。ほんならまずはどっちか行こうかな。まずダン、太陽の鍵。ミオは流化したいけど、二人いるから、とりあえず全体攻撃でいきます。ニーナちゃんは、ギーガン。ミオで。強くなれ。
37、51、大地の鍵30、30、いいですね。痛い。19。うわー、どっちがいいかな、流化すんのと。今8だったもんな。多分サンダーパピー行った方が、あー、このままもう一回攻撃してみましょう。レイガは一回し、あれか、単体なのか。よし、ニーナちゃんはギーガン、ダンクかな。強くなれ。よし、33、47、必殺杖、いいじゃんいいじゃん、凍りつけ、いいね。60。じゃあ攻撃流化しましょう。サンダーパピーになります。キリアムはレイがガンガン打ちで、ニーナちゃんはギーガンで、ギリアムさんいけんじゃね。お、竜になりました。46、イカズチ、うそー、イカズチ打てんの、氷つけ。60。シーボーマンって海弓男、階級炉、階級王、階級男、海級男、海弓男、確かにね。一瞬そういうあれだよね、単語があるのかなと思ってしまったけど、そういう単語ある、合ってる。将軍行こう。ギリアムはまだ打てるのでレイが打ちましょう。でニーナちゃんはそろそろプララクをミオに打って、必殺をねガンガン打ってもらおう。130、いいね。46、勝ったー。あれだね、今粘らなかったね敵。ダンクはレベル15になった、やったねー。シーボーマン、シーボーマン名前おもろいよね、確かに。海球兵。ギリアムさんレベルアップやったねー。さてはお前たち、ロズウォーターの野郎に雇われたんだな。あの野郎裏切りやがって、裏切りやがって、俺たち怒らせたらどうなるか見せてやる。え、やばいんじゃない。せっかく手に入れたのに、手に入れたっていうか、使わせてもらえると思ったのに。今日のところは引き下がってやる。今度来る時までによく考えておけ。忍者か、悪者の逃げ方なんよ。なんだと、船が、今の砲撃で船がこの通りじゃ、どうしたもんかの。半魚族、半魚人の人来た。ナイス、ありがとう。なんかさっきのさ、さっきまでのさ、やっぱ精霊とかに比べると余裕だったね。うひー、あいつら無茶すんな。どうや兄ちゃん、あいつらに一泡吹かせてやりたないか。北の岬に奴らの秘密基地があるんやけど、裏から簡単に行けるんや。うむ、北の洞窟の奥の岩を何とかすれば岬を奇襲できる。奴らの船が奪えたら、わしを呼びに戻ってきてくれ。船の操縦は任せておけ。そこでや、岩を吹き飛ばす爆弾があるんやけど、金の延べ棒と交換せえへんか。金の延べ棒、6万やで。え、金の延べ棒、金の延べ棒一回もうあれじゃん、使ったのに。金の延べ棒、金の延べ棒どこにあるんやろ。貴様らに次があると思うのかい、ガシ。今日のところはここで引き上げてやるって言われたからやろ。貴様らに次があると思うのか。ガシ、逃がすと思うか。貴重な船がそうやで、ほんま金の延べ棒だって。6万やで、銀行に3万ぐらいしかないけど、
色のお菓子と交換だと。黄金の菓子ですよ。金の延べ棒。あの大富豪の家でもらえるんじゃない？及ばずながらミオさんに協力いたします。なんか隠されてない？金の延べ棒ってもらえないかな。金の延べ棒もらえないかな。買わないとダメ？買わないとダメかな。この家のもの。なんか攻略サイトをね、今どの辺かなってチラッと見たときに、金の延べ棒を持っておけって書いてあったんだけど、ネタバレがひどい。金の延べ棒ってどうやって手に入れんの？買うの？結局自分で買わないといけないの？自分で買うのか？あ、そういえば光の町の東の洞窟の扉って開けたっけ？開けた。さっき開けたけど、さっき開けてダーツもらったと思う。さっきね、行ったんだよ、今日初めに。光の町の東の洞窟の扉？そこに金の延べ棒があるのかい？扉？こっち側？上？このフロア？この下んとこなら行った。これの上側。ここの上の扉は行った、今日。今日、いっちゃん初めにここだけ行って。で、ここじゃないよ、この上。この上じゃなかった？なんか、細いとこがあって、ここは行ったよ。ここは行った。ここじゃない。まだある？まだ扉ある感じ？ここの扉は行った。で、ダーツが入ってた。守り煙が、便利すぎるよ。ここは行った。ここじゃない？よっと。ここじゃない感じ？ここは行きましたね。これの上は、あれだよね。スイッチで開く扉。よっと。他にあったっけ？この上？上かな？上側？ここはさっきんとこだな。どこかに金の延べ棒があるのかい？ 6 万するんやで。だって6万高くね？ 6 万は高い。1階かな。1階。ここの今の扉じゃないってことね。じゃあよっ。1階に来ました。で、ここ右下に行って、さっき出ちゃったから、あ、出ちゃったって、ちなみじゃなくて、この右下が出口になってて、あの闇のね、街に行く感じでしたね。こっちか。なんか部屋がある。下の扉見てもう終わりだと思ってた。あー、部屋があるじゃん。部屋があるじゃん。金の延べ棒手に入れた。やったー。ありがとう。ありがとう。あ、ここもあるんだ。2階、ここもあるんだね。めっちゃあるじゃん、ここ。開けるとこめっちゃあるじゃん。めっちゃあるわ。で、ここ、こっち踏んだら、開けてくれるという。ありがとう。ありがとう！もう焦ったわ。また6万と思った。やったね。
ありがとうな。ありがとう、ありがとう。一緒金の延べ棒。渡りに船というか、なんというか、渡りに船ですね。本当ですわ。いや、それは金の延べ棒やないか。どうや、爆弾と交換したろか。はい。ダンクは爆弾を手に入れた。やったね。うむ、北の洞窟の奥の岩を何とかすれば、岬を奇襲できる。ほう。カバン、大丈夫？守り煙がたくさんあるだけかな。1、2、3、9個、11個もの入るね。守り煙1、2、3、3スタックありますね。薬草もなんだかんだ使ってるから2スタックでいいかな。薬草2、まあいいか、使うかもしれんしな。いきますか。北の洞窟って言ってた。北の洞窟行きましょう。一応セーブしていこうか。渡りに船だね。本当だわ。いいところに金の延べ棒を誰かが隠してくれていたわ。よし。ダンクくんがね。ダンクくんめっちゃ活躍してるやんか。北の洞窟ってどこだろう。あ、待って待って。ここはザコが出るよ。守り煙1個使いました。ワンスタック空きましたね。下の洞窟ってここは？俺らってこっから来たんじゃなかったっけ？どかせる岩があるって言ってたね。こっちかな？多分右から来たと思うから。来たとしたら。こっちか？あった。ダンクは爆弾をセットした。おー、開いた。やったぜ。開いた開いた。これで、ふぅ、もうダンジョンだ。守り煙の効果が消えた。おー、すごいじゃん。基地が。あれ？ここ民家？ここはあれか、武器庫的な感じか。武器っていうか、倉庫ね。倉庫だけどお花が生けてあるわ。はぁ！なんだお前たち、どこから来たんだ？あ、やべ、ニーナちゃんの MP、回復してくの忘れた。ヒランサー。あ、やべえ、強い。普通に、ニーナちゃんあれだわ。大地の鍵使わなあかんかったわ。いで。まあ、いっか。もう総攻撃しちゃったし。どうしようもねえからな。もう操作できないからな。やべえ、やべえ。割と、いて。必殺ナイスー。ナイス必殺。1300ポイントの経験値と884ゼニーを手に入れた。オッケー。ちょっと待って。気力の実使いますか。ギリアムさんもだよ。奇襲を仕掛けます。こっちはいけないのね。オッケーオッケー。こっから入る。来た。おーい、交代の時間だ。お、誰だお前たち。そうなるよね。そりゃそうなるわ。戦う、戦う、戦う。リーナちゃんは大地の鍵で行きましょう。29。22。大地の鍵30固定ダメ。痛い。攻撃、攻撃、攻撃。みんなじゃあ大地の鍵。あ、光の鍵がどうか見とかなきゃ。忘れてた。うん。
大地の鍵、オッケーオッケー。ツーターンで倒せたね。いいんじゃないですか？こっちはなんもない。いけない。いけない。ここも見れない。オッケー。じゃあこっちはなんもなし？いいね。船っていいよね。RPG でさ、こういう船のさ、構造とかさ、すごい好きよ。船のシーンとか割と好き。あ、来た。ここだけは倒さん。すげえなー。この少人数パーティーで攻め入ってさ、攻略しちゃうんだもんな。かっこいい。杖。光の鍵は使えませんね。オッケー。大地の鍵。24、41、24、18。大地の鍵。オッケーオッケー。身を強化するが悩むレベルやな。でもまあなんかこれである程度削れそうだから、3ターンぐらいで勝てそうだね。よし。よし。大地の鍵、オッケーオッケー。ここだけが父さん。他は、母さん。ここだけは父さん。他は母さん。ここだけは父さん。他は母さん。おもろいな。他は母さん。ここだけは父さん。他は母さん。違うわ、みたいな。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。すごいね、見えないところもさ、こっち行けんじゃん。すごいね、こっちもさ、部屋になってるわ。ここ多分左側多分行かないんだろうなと思うんだけど。いいね。船ダンジョンいいですね。ベッド。大砲とベッド。弾薬もいっぱい積んでますね。これは、ポスターは？オッケー。回復していきましょう。運がいいだけではここまで来れん。なかなかやるな。だが、俺には勝てん。まず、お前たちを血祭りにあげ、その後であの町を吹き飛ばしてくれよ。なんてこった。え？なんかさ、こないだからさ、帝国兵の人々がさ、めっちゃモンスター化してるんやわ。やべえや。あ、ほん、ガチ、ボスだった。ロード。あ、まあ、でもあれか。ブロードソードまた忘れたと思ったんだけど。ミオ、はい。強くなれ。サンダーパピーになりました。痛い。痛い。22、オッケー。じゃあ、ダンク君の方がギリアムさんより攻撃が強いですね。ダンク君は、大地の鍵。で、ギリアムさんは、レイガしましょう。で、ニーナちゃんは、ギーガン。ダンク君かな？そしたら、こう、普通の攻撃が倍になるので。痛い。ハテクトした方がいいかな？それともプララクが先かな？こう、これで攻撃、攻撃、レイカ。で、ニーナちゃんはプララクしましょう。で、ミオが必殺をガンガン出せるようにしましょうね。幸せになれ！痛い！痛い！まあまあまあ、なんとか。痛いって。ニーナちゃんだけでも勝てくとしとくか。一冊ナイス。効率ゲー。60いいね。攻撃。攻撃。レイが行きましょう。で、ニーナちゃんは勝てくと自分。硬くなれ。硬くしてあげる。ギリアムさんめっちゃ食らってる。やば。シーナイトは切れた！切れた？他のシリーズと比べると、パピーがスラッとしてるんよね、1話。スラッとしてるね。可愛いもんね。トカゲっぽいもんね。トカゲっぽい。可愛いというか。
ミオ攻撃、ギリアムさんは、レイガーで。あー、どうしようかな、ギリアムさん。アプリフしとこうかな。しとこうか。元気になれ。24、つらい。あ、切れたからか。攻撃力が強くなっている。お、いったいった。できたできた。あ、行くってエッチな意味じゃなくて。できましたー。必殺。ぐ、やってくれたな。だが、これで済むと思うな。弟よ、頼んだぞ。俺の無念を晴らしてくれ、グフ。このパターン多いですね。兄弟ものが多いですね。アポリフ。みんな回復しておこう。で、ちょっと怖いんで、ニーナちゃんの MP? ちょっと待って。気力のみ。AP も回復しておこう。間違った!守り煙今絶対使っても意味ないわ。タンスがある、タンスがあるぜ。タンクはタンスを調べてみた。スタミナの元を手に入れた。やったね。世界地図っぽい。イルカっぽい。薬草を手に入れた。知力の実を手に入れた。知力の実を手に入れた。薬草を手に入れた。オッケーオッケー。こっからボス戦ですよって感じだね。なんだここ、なんだここ、なんだここ、爆弾がたくさんある。俺の弟はどこにいるんだ？弟はどこにいるんだ？上に行ったら出てくるのかな？行き止まりだよね、あれね。行き止まりっぽかったけど。上に戻ったら出てくんのかな。守り煙今使った、ほんと無駄やったね。これでしょ。弟どこにいんの、弟どこにいんの。え、さっきの弾薬庫ってさ、まだ行けたのかな。戻ってきちゃったけど、これ違うよね。もう制圧したことになってる？違うよね。え？弟は？弟はどこだ？弟どこ？あれ弾薬庫まだいける？あ、まだいけるってエッチな意味じゃなくて、え？マムケム買い足しておこうね。そうだね。マムケム。守り煙でもさっき、買ったから。16、9、25個あるよ。もっと買った方がいい？今、これで16で9足して25。25個ある。けど、もっと買った方がいい？ここからまたなんか行けなくなる。行動できなくなる。行けなくなるって言っちゃう意味じゃなくて。え、弟はどこ？弟どこ？これで終わり？もう終わり？これで OK？ 街戻っていいのかな、これ。よいしょ。なんか、行ってないとこある？まあ、そんだけあればいいか。25個あればいい。ここってもうこれで終わりですか？もう一回、光の街に戻っていいですか？これで終わり？よいしょ。これで終わりかな？合ってる？戻っていいかな？これ。弟は何？俺の弟が黙っちゃいねえぜ、みたいな感じで言ってたけど。
弟出てこないけど。これで、あれ？あの、船長さん？光の町の船長さん呼んできたらいいかな？じゃあ戻ります。終わり？これで終わりかな？よ。戻ろう。よし。ひもり守り使います。ハッタリかな？ハッタリなの？ハッタリ？ハッタリなの？今いなかったよね。あんだけ探していなかったらいないよね。めっちゃいねえんだけど、と。とりあえず光の町戻るか。あ、びっくりしたー。ネズミやった。びっくりしたー。ネズミ動いてたの、びっくりした。あ、びっくりした。あ、ちょいちょい動いてるネズミ可愛いけどビクってなるよね。ちょっと虫っぽいっていうかさ、ふわーってなるよね。ヒール使うか。今からボス戦だと思って、MP 回復したのにな。光の町。ハタリかな？ハタリなの。ちょっと知力の実が減ったので階段しておきましょう。よいしょ。買いに来た。あ、知力の実ないじゃん。あとでいっか。これで上に行ったら、艦長さんが、船長さんがいるから。あ、船長さんだけになってる。どうやらうまくいったようじゃな。では行くとするか。おー。大富豪のロゾートさんもいるじゃん。みんなで力を合わせ、町を守っていくことにしました。北竜王ゾーゴンは恐ろしい竜の力を持っています。きっと力の使い方を間違えたのでしょう。力は愛する者を守るために使うべきですよね。さあ、さあ、出発じゃ。ちょうど人でも4人揃っとるしな。ちょっと待ってくれ。その4人ってオイラも入ってるのかよ。当たり前じゃろ。わし一人ではとても船など動かせん。四人でもかなり辛いと思うけど。なんてこった。まあいいか。何事も修行だしな。おーい、待ってくれ。誰だろう。あ、半魚人の人だ。マニーロさん。おーは、おい、待ってくれ。あは、わ、悪いんやけど、ワイもこの船に乗せてくれへんか。ショートの近くまででいいんや。なあ、頼むわ。乗せてくれって、ねえ。いいじゃん。いいじゃん、一人ぐらい増え、誰が言ってんやろ、これ。なんか、いいじゃん、一人ぐらい増えても。私も別に構わないが。おおきに、ほな、ワイも手伝いますさ。よし、総員配置につけ。ありがとな、ロゾートさんとその娘さん。怒りをあげよう、出航じゃ。おー、船動くようになった。やったじゃん、船動くようになったよ。あ！止まれ、さもなくば沈める。わお。あわあわあわ。あわあわしている。あっちゃー。こんな船乗るんやなかった。面倒でも歩いて帰ればよかったんや。じいさん、こっちも攻撃しようぜ。ダメじゃ、敵が多すぎる。逃げるしかないわい。ダメよ、私たちが逃げたら光の町が。あ、乗り込んできてくれた。ありがた。もう、めっちゃ、めっちゃありがたいやん。
おお、将軍来たね。お前たちだな、俺の兄貴をやったのは。おとなしく鍵を渡せ。そうすれば楽に殺してやる。さっきこの船を調べたら火薬がぎょうさんあったんや。あれに火をつけて船ごと吹き飛ばしたろ。そんなことしたら私たちも死んじゃう。大丈夫、船が爆発する前にワイが安全なとこまで連れて行くさかい。お代は後で結構、こういう時は助け合いですわ。なんだと？やめろバカ。えい、皆の者を突っ込め、絶対に止めるんだ。はったりじゃなかった、はったりじゃなかったね。並び方が違うだと。大地の鍵。あー、いや、ニーナちゃんはあれだな、ミゴをギーガンだな。ミオギーガンだわ、これ。だからミオ攻撃でしょ、ミナちゃんはギーガンで、ミオを攻撃力2倍にして、ギリアムさんで大地の鍵で、ダンク君はそのまま攻撃しましょう。強くなれ。オッケーオッケー。並びが違うからなんか HP 間違えてみてしまいそう。オッケーオッケー。大地の鍵、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいよいいよ、よきよき。で、ミオ攻撃、ニーナちゃんが大地の鍵、あとはもう殴りましょう。この後多分将軍とも戦うんだろう、知ってるぜ。オッケー。2107ポイントの経験値と910点人を手に入れた。ニーナはレベル19になった。HP が6、AP が8、強さが1。めっちゃ上がるね。いいじゃん、いいじゃん。トロノってなんや？トノロ。トノロ。スローかな？さあ、ミオハン、こっちや。よいしょ。火薬量産あったけど、確かに。船なくなっちゃうよ。奴ら本気か？今度こそ奴らをやれ。ちょ、ギーガンさっき使ったの返して。で、ニーナちゃんがギーガン、ミオで、ギリアムさんは大地の鍵、ダンク君はボーマン。殴る。強くなれ。オッケーオッケー。あ、強くなったのにあんまり食らっていない。大地の鍵、オッケーオッケー。小手ダメいいですね。いた。もうでもこれ繰り返すしかないよね。ミオ、ニーナちゃんが大地の鍵、ギリアムさん攻撃、ダンク君攻撃。まだみんな HP100 以上あるから、とりあえずはまだ回復せんでいいかな。いいじゃんいいじゃん。だいぶ削れてきましたね。だ、ニーナちゃん攻撃、大地の鍵、攻撃攻撃。ビシビシ。あ、勝てんじゃないこれ。いけたいけた。2185ポイントの経験値いいですね。ダンク君がレベルアップ。魔物が何か落としていた。知力の実だった。早くはこの下や、急いで。おう、ほんでほんで。やっと追いついたか。今度は俺が相手だ。え、俺はどこ、どっち、ええ、俺は、俺が相手じゃないのか。将軍じゃないのか。俺が相手じゃなかったのか。俺が相手だって言って、なんか兵士来たらなんかえってなるじゃん。必殺、いいね。必殺ナイス。いいじゃんいいじゃん。お、ニーナちゃん、ニーナちゃんが大地の鍵、あとは殴る。いいんじゃない。必殺ナイス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 。ベシ
第一の鍵、これでいいんちゃうか？ 1456 ポイント。来たよ。やっぱイカか。このイカさ、ちょっと、あれだよね、形、クパーしてるよね。僕ちょっとさっきからずっと思ってたんだけどさ。黙って、思ったけど言わなかったんだけどさ。で、ギーガンで、ミオちゃんを、ミオを2倍。ギリアムさんは、大地の鍵かな？いや、ギリアムさんは、リーガーだな。テンタクルス。イカだな。強くなれ。これでミオが2倍になったから、攻撃力倍か知らんけど、強になったから、いた。凍りつけ！いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。固定ダメージいいですね。攻撃しまーす。で、ニーナちゃんは、ブララックでミオを、必殺バシバシ撃ってもらうようにしましょう。で、ギリアムさんが第一の鍵だ。違う。ギリアムさんはレイガ。で、ダンク君は攻撃。オッケー。幸せになれ。オッケー。必殺ガンガン撃って。ダメージ41。ダメージ44。凍りつけ。ダメージ60。いいね。これで、ニーナちゃんが、ミオの、を強化するのは、だいぶできたので、ダンク君かな。さっきこう、行きましょう。で、レイガ。で、ダンク君は、大地の鍵でもいいけど、多分、もう、強くなった後は、殴った方がいいんちゃうか？ほら、64。いいじゃん。で、ニーナちゃんが怖えわ。で、攻撃します。ニーナちゃんは、アプリフしましょう。で、自分回復しときます。で、ギリアムさんは、レイガ。で、攻撃。ダンク君は攻撃。元気になれ。回復しましたね。オッケー。195。70。うん、やばい。怖え。きついんよ。で、攻撃、ニーナちゃんは、ギーガンで、ギリアムさんを、強化。ギリアムさんは、もうすぐね、レイが使えなくなるから。これで、レイが使って、ダンク君は普通に攻撃。強くなれ！ 195、いいね。70。次、ニーナちゃん回復しないとあかんね。攻撃、ニーナちゃんは AP なくなってきた。アプリフで、ニーナちゃんを回復。ギリアムさんは攻撃を鬼回ろうかな。元気になれ。オッケー。ニーナちゃんばっかり狙ってくるやん、テンタクルス。テンタクルスの目に涙が浮かんだ。ってなってんのか、おもろいな、これ。このシーンおもろいね。テンタクルスの目に涙が浮かんだ。おもろいわ。ちょっと待ってね。大丈夫？映せてる？よいしょ、オッケー。戦います。ニーナちゃんも攻撃しましょう。大地の鍵。ガンガン攻撃します。必殺。6000ポイントの経験値と1500ゼニーを手に入れた。オッケー。いいじゃん。いい感じじゃん。いいじゃん。6000いいね。ギリアムはレベル20になった。やった。くそ、こうなったらやけだ。一人でも死のん。だー。やめて。わお、火薬に火がついてもうた。みんなはよ乾杯。逃げるんだ。キー、置いてくな。早く逃げなくちゃ。逃げて。ほな、みんなワイに捕まってよ。行くでー。おー。バオーン。ごめんな、ミオハン。え？今ごめんって言わんで。え？ミオセリフほぼないのに。え？え？って。
こんなごっつ爆発するとは。え？やばい。バンバンバン。やばい。ごめんな。助からんかってもらわんといて。一度。え？めっちゃコミカルなキャラやな。あ、ここに来んの？堪忍してや。あんなにごっつい爆発とは思わんかったんや。でも運が良かったな。ショートはこの島のすぐ近所の海の底、海の底？ただし海に入るには水中でも息ができる道具が必要なんや。1,2,3,4 100万千人に負けとくから買いなはれや。いいえ、こんなところでぼーっとしてたかって誰も助けに来まへんで。100万千人負けとくから買いなはれや。ええ、ぼったくりや、ぼったくりやん。え、これは、はいしかないの？はいしかないの、これ。いいえ。はいしかないんですか？はい。なんや、金足らんやんか。しゃあない。とりあえず金と持ち物全部預からせてもらって、残りは借金でええな。いいえ。これ、はいしかないの。辛すぎる。はいしかないのか。辛すぎるね。これは辛い。ぼったくりや。買わないと進まないやつ。マジか。買いますか。はい。はい。借金でいい。はい。よっしゃ。ほな、すぐショートから商品を持ってくるわ。え、怖え。ぼったくりちゃうこれ。あれ、この子マニーロ、この子か。あれだよね。パッケージに書いてある半魚人の子や。マニーロくん。マニーロさん？マニーロ。レベル15。あ、そうなんや。シェルヘルム使えるやん。あ、すごいすごい。シェルヘルム。あ、シェルだからね。貝殻だからね。シェルヘルム使えんじゃん。いいじゃん、いいじゃん。看板はミオさんは元気やな。やっほやっほ。来てくれてありがとう。今日はブレスオブファイヤーやってまーす。元気かな。お。おー、みんなが入れる。おー。大丈夫、一人で。え、大丈夫これ。あ、やばやばい、死ぬ、やばい、死ぬ、これ死ぬ、やばい、やばい。パーティーは全滅した。どっからやり直し？全滅するまで無理をすることはなかろう。全滅してもうた。デスルーラしてもうた。おー、来れたわ。なんか来れた。ここはショートマッカだす。ここの、この街には世界中の商品が集まってくるんや。マニーロ、お前は破門されて、商人玉を取り上げられたんやろ。はよ、元締めに謝って返してもらいや。なんか面白い。なんか来れてよかった。死んだら終わりかと思った。津波の兜を手に入れた。何それ。津波の兜を手に入れた。シールヘルムよりも強いのかい？いや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 。シールヘルムの方が上だもん。シールヘルム持っといてよかったー。たっか、いい。300つらい。デスワープで来たん、来れたんかい。このキャラぷよぷよにいた？思うよね。やっほやっほ、来てくれてありがとう。半魚人のキャラね、ぷよぷよにいるもんね。このキャラは、色が赤ですよ。半魚、ぷよぷよのキャラは青かな？似てるよね、わかるで。イワシ大群、イワシ。何それ？面白い。ぷ
ぷよぷよにいた？このキャラぷよぷよにいた？面白い。いらっしゃいませ、預かり屋でございます。道具出して、なんかいろいろ持ってないかなと。鋼の盾、頭はもうシェルヘルもやったから。このキャラ戦えるんだね。でも一人が全然戦えなかった。鋼の盾、槍、いいじゃんいいじゃん、ないより全然いいよ。青銅の鎧、槍、デスワープで来れましたね。もうなんか死んだ時どうしようかと思った。どっからやり直しなんやろうと思った。マニーロ聞いたで、安物の壺を幸福の壺やって嘘ついて売っとったんやって。そんなもん破門されて当たり前や。スケトウダラだっけ、イワシ、スケトウダラ、スケトウダラ、あー、ぷよぷよのキャラがスケトウダラなんか。帝都方面行きの大魚乗り場やったら町の西の広場やで。武器屋でございます。ロング棒、スチール棒持ってますね。毒の弓、チェインヘルム、鉄の胸当て、鉄仮面、レンジャーベストいいんじゃない、金のティアラ、こんばんはじゃねえわ、こんばんはやろ、わかってるよ。40、鉄の胸当て、シェルヘルムがあるからな。ちょっと待って、津波の兜として、鉄目、シェルヘルムなんぼ、防御力25か。買うか。全部。お金下ろしてきて全部買うか。あ、でもあれだよね。この後そのなんか、息ができるようになるやつ買わないといけないんだよね。工房都市ガンズは南の砂浜のずっと奥や。武器屋さんもう一個あるよ。黒竜族も海中を攻撃する武器は持ってへん。つまりマカは安全中こっちゃ。と思ってもいたのかいみたいな感じになるんじゃん。ダーツ、ポイズンレビア、トリプルタガー、トリプルタガーいいんじゃない。でもアイスタガー持ってるかな。銀の杖。鋼の鱗。鉄の鎧。25。27。知れてるね。よいしょ。鉄器臭。鉄器臭のパンチは岩ごも砕く。ほんまやで、鉄器臭っていう人種がいるんですね。開口はとても深い。いくらワイラでも大魚に変身せな渡られへんで。大魚に変身できるんだ。ミミズ、剣、探検イワシ。はぁ、誤解。これあれじゃない？餌じゃない？カブト味。え？ミミズが、あれだよね。餌だよね。サオデラックス！サオデラックスがあるよ。サオデラックス買おう。買うやろ。小判画像とシールド狩りはこの間あれでしたね。釣ったね。釣って売った。釣って売ったりしてた。あ、なんだ、イワシを餌にするんじゃないのか。南の砂浜の東に武器マニアのじいさんがおるんや。いっぱい買ってくれるお得意さんまやで。へえ。めっちゃお店あるじゃん。あ、めっちゃお店あんじゃん。サオデラックス売ってる。今のところで買ったの間違いだったかな。黒竜族の艦隊を撃ってほしいな。季節外れの台風でも来たら船なんか一発やねんけどな。なるほど、季節外れの台風を起こさないといけないんですね。兄ちゃんなんか買ってんか。道具屋でございます。
さっきのお店で買ってよかったかな。サオデラックス売ってる。サオデラックス買っちゃったよ。アイアンハンマー。これ絶対次のあれだよね。力強い人だよね。鎧クイの剣。鎧クイの剣。鎧クイの剣。ガンナーグラブ。アイスシールド、角かぶと、フルフェイス。金の帽子。角かぶといいじゃん？角かぶといいじゃん。角かぶとありですね。30。盾。大丈夫、大丈夫。森崎、何やっとんねん、パンチチン。何それ何のネタ？何のネタ？ぷよぷよ？開口はとても深い。いくらワイラでも言ってたね。はいはい、お名前を変えるんでっか？なんぼでも変えますし。へぇー、名前変えれんねや。面白。ここは多分紹介だと思うんだよね。飲み屋さんだ。黒竜族も海中を攻撃する武器は持ってへん。つまりマッカは安全中こっちや。世界中の商売を仕切っているのはマッカや。黒竜族になんか負けへんで。商品が今回は商売上がったりや。この前拾った変な爪をどこかのばあさんが買っていったんや。あんたもん何人するんやろ。ガンツは敵機種という奇術集団が発展させてきたんや。ガンツっていう町があるのね。もうかりまっか。森、投げやり。錆びた爪、アイアンネイル。この辺は違う、あれだよね。敵だよね。味方の違うキャラだよね。ダイブヘルム、ライトシールド、革のローブ、ハリセンボンって何？防御力60、鎧。ハリセンボンや。ハリセンボンを買わなければならん。ハリセンボンが一番強いね、今んとこね、鎧だとね。ハリセンボンおもろいな。なんでもないです。はーい。道具屋、紐付き財布、金の延べ棒、値段は一緒ですね。よっと。道具屋、ファイヤーさん、知力の実、買っとこうかな。割と知力の実使ったで。あ、知力の実預けてるかもしれん。元締めやったら奥やで。はい、この人か。おお、マニーロ、どうや、刃物されてちょっとは懲りたか。噂では相変わらずアコギなことしとったらしいな。で、今日は何や。水の中に入る道具。あー、つけらか。それやったら在庫切れやわ。最近工房都市ガンツから全然商品が入ってこんのや。品物が欲しかったら直接ガンツまで行ってくれ。ガンツまで行かなあかん、一人で。早くラーメンを食うんだ。早く食べ。スースー。ガンツまで一人で行くのか。ガンツまで一人で行くのか。え？まずさ、一人で歩けるようにならないとね。商品が全然入ってこんから、帝都方面行きの大行は運休や。じゃあガンツに行って商品を取ってこないといけないのね。で、そこのこのお屋敷は何だい？浮き屋。
ダーツボ、ブロードソード、バスターレイピア強そう。三日月刀って何？まだいない。え、いない。あ、あれじゃない。仲間に、今、パーティーにいないからじゃない？普通にあれだよね、多分。今の。こう普通。ニーナちゃんの武器だよね。レイピアだから。ここも同じかな。ほな、お金を下ろしていきましょうか。なになに？フリーマーケットは海人が仕切る市場や。ワイラ海人やったらいつでも自由に商売ができるんやで。へえ、ここがフリーマーケットなのね。じゃあまあとりあえず装備を整えよう。お金下ろそう。ジェイミー、はい。はい、全部もらいます。で、ハリセンボンが一番良かったな。今見た感じ、ハリセンボンが一番良かったよね。で、武器もね、整えないとね。レンジャーベスト。鎧。武器屋巡りをしましょう。マニーロいれば一番右のカウンターで商品仕入れできるよ。へえ。面白い。やってみようか。なんで僕来ちゃった？チャット動かん。大丈夫やで。そんなことないで。ここはあれだね。特に、今欲しいものは特にないですね。うん。じゃあ、さっき言ってた、ハリセンボンを買おうかな。ここの武器屋さん割といいよね。ハリセンボン。防御力60、重さ10、マニーロができる。ダイブヘルム。防御力32。ダイブヘルムありかな。川のローブいらんかったのに。ハリセンボン、防御力81から116になった。いいね。Oh no. Oh no. できんの？毎度、今日は何の用でっか？おー、毒騎士を3000人で買いたいんやけど、どないや。嫌じゃ。ほな、ここで、どないだ。嫌じゃ。おもろー。あ、間違ったんだよ。間違ったのさ。2000人で買いたいんやけど、どないや。いや、めっちゃ買い叩かれるやん。あ、売りたいんだけど。これいいやん。いいけど。いいけど別に毒消しいらないんだよ。おもろ。これ、なんかある？これ、そのうちなんかすごいの来る？間違って革のローブ買っちゃった。これ、いいんちゃう？これそのうちいいの来るかな？それは売れへんな。そのうち強いのすごいの来る？サンダーレイピアが来たら当たり。了解。サンダーレイピア待つわ。
なるほど、当たりがあるね、やっぱり。いくらかな、ファイアストーン。いや、サンダーレイピアを売りたいっていう人が来るってことやろ。で、買ったらいいんやろ。危ない薬、危ない薬だ。危ない、毒騎士。間違った、買っちゃった。いらんのに。聖丼の鎧。ところで何のゲームしてるんですか？ブレスオブファイヤーっていうゲームだよ。スーパーファミコンで出てたゲーム。今はスイッチでやってまーす。ブレスオブファイヤー。ファイアストーン嫌じゃ。なんかね、主人、キャラクターがたくさんいてさ、交代番号でキャラクターが出てくるんだけど、サンダレビア来いよ。ファイアストーン、間違った、また買ってもうた、売っちゃったんか。これはスナイプグラブを売りたいんだけど、どうですかこれ。スナイプグラブ2700円安いじゃない、さっきより安かったよ。スナイプグラブどう。スナイプグラブあり、スナイプグラブありかな、買っちゃう。スナイプグラブありかな、どっちがいいかな。買ってみる？買ってみようか。えい。今は使えないんだけど。使えるキャラがおらんから。参ろう。サンダーレイピアね。これも当たりか？当たりなの？間違った！めっちゃ売っても、買ってもは毒騎士。ブロードソード1250銭。でも持ってんだよな。買いたいって言われた？売ったの今。ブロードソード売っちゃった？売っちゃったね。売っちゃった！ブロードソード売っちゃった、間違えて。売っちゃった、間違えて売っちゃった。いやじゃあ、はい。サンダーレイピア来るかな？煙幕を売りたい。煙幕、はい。買います。煙幕って見たことないね。鋼の鎧はいらんかな。鋼の鎧はありですか？でも、ハリセンボンの方がいいでしょう。ありゃ、嫌じゃ。まあ、でも多分そろそろブロードソードの次の武器が出てくると思うんだよね。ファイアストーン嫌じゃ。何の用でっか。シェルヘルム500銭で買いたい。普通に売った方が安い、高いんじゃない？シェルヘルムはダメですね。間違えそうなんだよ。シェルヘルムもうつけとこ。あと、天使の胸当てもレアかな。なるほど。天使の胸当てと、あ、サンダーブレイピアね。ずっとやってたら来るかな。そこそこでやめようか。サオデラックスを売りたいけど1200円どうだ。もう買っちゃった、買っちゃったよ。もうサオデラックスもう買っちゃった。2000円で買っちゃったわ。サオデラックスは買っちゃった、間違った、もう間違って売っちゃった。
じゃあドラクエ6配信はいつやるの？ドラクエ6配信はもう終わったから多分1年ぐらいはやらないんじゃないかな。今までのアーカイブがあるからよかったら見てね。面白かったね、ドラクエ6。面白かった。何のよりか、サオディラックス。サオディラックス900は。900円で買えたのか、2000円で買ったのに。聖堂の兜300。サオディラックス900円に買えたのか。銀のナイフいいんじゃない？銀のナイフはいいんじゃない？銀のナイフは、アイスダガーより強いですか？銀のナイフ。銀のナイフはどうですか？銀のナイフ。握れる？あとこれ。銀のナイフはどうだろうね。なん響き的には強そうだよ。でもアイスダガー買った、持ってるからね、今ね。どっちがいいかな、銀のナイフ。お水飲めまーす。銀のナイフどうだろうね。握れる？これも当たりか。買いましょう。よっしゃ。買えるかな？サンダーレイビア来たとき。いや。間違った。またなんか地味に間違って買ってんな。銀、おー！あ、買いたいんやけどか。売るかと思った。焦った。ダメです。嫌です。銀のナイフ預けてくるわ。銀のナイフを預けて、銀のナイフアンデッド系に特攻効果あった気がする。はあ、なるほどね。面白いね、あれ。道具預ける。スナイプナイ、サオディラックス。釣り竿はいらんなもんな。顔のローグも、なんか、間違って言っちゃった。間違って。もうちょっとやりましょうか。天使の胸当てか、サンダー。サンダーレイピア欲しいですね。どっちかしたらやめようか。いや。いや。いや。ここでフリマにはまって進めなくなる。ほんまやで。いやいや。楽そうは言いやないですね。スタミナのもとを二重ゼニーで買いたい、ダメ。買いたいはダメだわ。あと1分だけやろうかな。そしたらもう普通に買い物に行こう。サンダーレイピアやりたいけど。嫌じゃ。あ、買っちゃった。毒騎士めっちゃ買ってまうな。諦めまーす。青ちゃんのこと怒ってます。怒ってないよ。バスターレイピアはどない？攻撃力55。これもあれだよね。ニーナちゃんだよね。とりあえず自分の武器を揃えましょうか。槍だけだったら辛いでしょう。やりか。あとは、あれだね、頭防具が、どうするかだよな。武器屋でございます。角
ンカーブとフルフェイス、この辺じゃない？ 37 買うか。30。今何つけてたっけ、盾。鋼の盾ね。買うか。針千本が一番良かったよね。これが良かったっけ。槍がさ、なんか強いのなくない？槍あんまないね、なんか。え、今全部見たよね。左下の武器屋が一番良かった。30やろ？でも、針千本の方が強かったから、60だったからね。よいしょ。25、6。さっきの左下のお店のところが一番強いかな。槍長いね。投げ槍。森。森の方がいいの？で、投げ槍の方が上だね。投げ槍買うか。ダイブヘルム32。ダイブヘルム32。槍買いますか。よっと。買う。ちょっと待って、説明。これ、角カーブとか一番強かったな。そんな投げやりな。アイスシールドも買う？鋼の盾よりアイスシールドの方がいいかな。角カーブと買いましょう。鋼の盾って外せないの？程度のカブ、津波のカブとシェルヘルム。あれ、僕今なんか買ったよね。え？ん？厚のカブと、オッケーオッケー。これ違う上。でだ、次は盾ですね。鋼の盾っていくらやろ。鋼の盾。預けてたかな。鋼の盾の数値が知りたい。投げ槍買いますか。投げ槍な。普通の槍よりは強いでしょう。道具、出す。出して。全部売ろうか。さっき間違ってさ。金のティアラ、ヘアバンド、綺麗な帽子。ブロンズ帽、リストバンド。アンダーストーン。白鹿の角一個持っとけよ、つってたな。青銅の兜売りましょう。犬神の兜も売ってもいいんだけど、またぎの服売ってもいいね。バンデージ、ダーツ。売りましょう。例えば次ドラクエやった、だったら何やる？ 1 から8。んー、7か4か5かな。今、パッとやりやすいんだったら。一回装備すると装備なしにはできないんじゃなかったかな、このゲーム。やっぱそうだよね。そう思ってたんですよ、今。どうすっかなと思って。投げ槍。槍上側だったね。ファイヤーストーンを売ります。
枝の兜おります。あ、全然ここで売った方が高く売れんじゃん。津波の兜持ってもよかったかな。はい、サンダーストーン。はい、無駄に買って、無駄に売っている。あと間違って買ったドック消しも全部売ろう。津波の兜売りましょう。で、津の兜買ったね。アイスシールド買ってみます。そうなんだよね、外せないっぽい。アイスシールドつけてみよう。おい、上がった上がった、よかった。9近く上がりましたね。 9?10?53 が67になった。14ぐらい上がってんのか。仕方じゃないよ、さっき言ったじゃん。仕方じゃねえよ、さっき言ったじゃん。ドラクエやる、次やるんだったら4か5か7かなって言ったで。ここね、次しか、僕呼んだのにシカトかよって言ったら本当にシカトするね。じゃあ買います。投げやりかな。あ、やばい、パソコンが今なんかビリビリビリってなってた。今画面のアイコンがあれだった、やべ。投げやり攻撃力34、これかな。投げやり買いましょう。ライブヘルムは32、オッケーオッケー。投げやり、はい、買いました、装備。今、攻撃力が57が、投げやりをつけると、お、79、いいじゃん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 、いい感じ。これで、防具は揃ったな。南の砂浜には武器マニアのじいさんがいる。で、ここ来たんだけど、位置がわからん。位置がわからなすぎて。一匹買えるかな、勝てるかな。いた、大船虫。あ、勝てそうかも。そんな投げやりな、投げやり買っちゃったよ。投げやりなのに投げないで、投げないで使ってますね。あー痛い、痛い、避けた、ナイス。これ全然あれだね、薬草ガンガン使う感じだね。こういう感じ、薬草めっちゃ使うやん。なんだここ、ここは行き止まり。え、大丈夫これ、勝てる、大丈夫これ。痛い、これあかんやつや、これあかんやつや、逃げれなかった。え、やばい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 。あ、 BGM、 戦闘 BGM 変わったか、変わったね。ここ絶対強いとこだよね。ここは一人でしちゃいけなかったんじゃない。あー、死んだ。パーティー全滅。いやー、無理無理しようとしてしたわけじゃないんだけど、やっちまったぜ、やっちまった。めっちゃ強いやん、そこなんなん。ダメだ、ここはダメだ。南の金浜って言ってたね。みなすま浜がうんぬんって言ってたね。ここが勝てるかな。おなまこいで、え、強いんやわ、強いんだって。これ普通に煙守りで行った方がいいんじゃね、ずっと
失敗。あ、このパターンはあかん。しばらくは守りも安定かな。やっぱりそうだよね。しばらくは守り煙行きましょう。あ、これはやばいわ。これデスペナルティってなん、お金減ってるんだっけ。お金預けてくるわ。あんなにいっぱい売ったのに。手に預ける全部。はい、お金預けてこよう。よいしょ。守り煙使いましょう。よし、これでオッケー。ひえ、怖いよ。もう一人じゃ絶対無理やもんな。魔法使いのおじいさん、 おじさんが住んでいるって言ってた。遠いな、いけるかな。左は行き止まりだね。あ、間違がある。セーブしよう。ここガンツじゃない。よし、ガンツっぽくない。あー、ガンツっぽい。ほら、工房だし。おー、いいじゃんいいじゃん、新しい町。おやすみ。寝ます。おやすみ。はいはい。50ゼニー安いじゃん。さっき300ゼニーだったのに。300ゼニー高かったね。あまり煙してよかった。これ夜だからあれかな。昼間にした方がいいかな。あ、タンスがあるよ。砂時計を手に入れた。え、砂時計って何？説明。お、めっちゃいいやん。大事やん。ここでは使えません。フィールドで使えんのかな？よし。砂時計使いましょう。おー、めっちゃ便利。便利じゃないですか。武器余る。金槌、戦士の槍、戦士の槍、戦士の槍買えばよかった。お金全部預けてきたから何もねえわ。鋼の鎧、鋼の鎧ってこんなに高かったんじゃ。じゃああの時買えばよかったかな。戦士の槍後で買おう。お預かり屋さんが出します。ダーツとか売ります。サンダーストーン、鉄の盾、探検も売ってもいいかな。初めの服だから置いとこうと思ったんだっけ。ロングソード売っていいな。ダーツ2個あるな。白鹿の角置いとけって言われたね。いいじゃんいいじゃん。毒消しはこんなにいらんな。顔の帽子売ってもいいね。まあそういうこともある。確かに。スカルフェイス売りましょう。さっき買った
ーモニーみたいなやつね。さっき買ったのより強いじゃんこっちみたいな。さっき買ったとこなのにみたいな。あるある、 RPG あるあるですな。サンダーストーン降ります。はい、ロングソード降ります。思い出のロングソード、あの時買えなかったロングソード。スカルフェイス売りましょう。ダーツ売りましょう。毒消しもそんなにいらないんで売りましょう。鉄の盾売りましょう。顔の服売ります。毒消しも売ってもあの槍売ってもでもいいけどな。これでお金下ろしてきたら買えんじゃない、戦士の槍。ゼニー出して。全部とりあえず下ろそう。戦士の槍いくらだったかな。買う。6000円。オッケーオッケー、いいんじゃない、いいじゃんいいじゃん。戦士の槍変えたよ。どうなる、攻撃力79から101、めっちゃいいじゃん。すごいすごいすごいじゃないですか。お金は預けていきましょう。ジニー預けます、全部。はい、全部預けます。ほんだら、なんだっけ、つけえら？見て、タンスがある。ラッキーの枝を手に入れた。さっきのスタミナの元と、ラッキーの枝を主人公に使おうかな。おー、工房ですな。タンスない？タンス。タンスなかった。よいしょよいしょ。よっと。何もない工房。じゃあ上行きますか。多分上が正解なんだと思うんだよ。あ、面白いね、ここ。なんか、立体的な街になってるね。よっと。この人やろ、絶対。マッカの盾ですかな、すみませんの、納品ができませんで。実はこの間、いきなり黒竜族が攻めてきて、若い衆がみんなさらわれたんですじゃ。残されたわし一人では、とてもじゃないが仕事ができん。すまんが商品をマッカの元人民に届けてくれんかの。よっしゃ、ありがたい。商品はあの宝箱の中ですじゃ。どうかお願いします。オッケーオッケー。商品を手に入れた。ここなんだろう。誰かいる。これ壊したらなんかできるんじゃない？特別な技を授けようみたいな。今の人肌が灰色だったから、あれかな？ダンク君の技とかが強なったりするんかな？なんか、ダンク君さ、今さ、技ないから、技覚えたりするのかな。ダンスを調べてみた。素早くそう、いいですね。あ、おばあさんが、服の色が違う。若い者は西の山の向こうの砦に連れて行かれました。どうやらそこで秘密兵器を作らされているようじゃ。おー、なるほどね。技術差を抱え込んで、戦争に転用しようとするようですな。ここはなんもなし。テク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 。よいしょ。体調悪いだけかもしれん。何が？あ、今のおじいさん？あー、技をくれるんじゃなくてってこと？体調が悪いからあそこで、こもっているってこと？おいったね。ほな、真っ赤に戻ろっか。
儲かりまっかのまっかなんやろな、きっとな。よし、旅の話をするぜ。まっかに戻ったら今日は終わろうかな。さと、ところでさ、ところで付けエラもらえなかったね。とりあえず真っ赤に戻るのでいいのかな。全部見たけど、見るとこは全部見たけど、とりあえず真っ赤に戻る感じでいいのかな。よいしょ。この歩いている時にさ、耳元のさ、エラがさ、ピコピコしてるのが可愛いね。よ、そのなんか武器をたくさん買ってくれる老人が見当たらなかったけど、あんまり煙の効果が切れた。オッケー。よ、お、工房都市の商品やないか。ようやったマニーロ。あ、付けエラも入っているで。ほら、これこれや。ほら持ってけ。マニーロは付けエラを手に入れた。ん、なんや、手紙が入っとる。どれどれ。なんやって、ガンツが襲われたやと。アホかマニーロ、それをはよ言わんか。はあ、なんか怒った。なんか、なんだなんだ、やべえ。なんや、あの爆音は。水中でも攻撃できる爆弾作らされてたんやろ。北竜族が小さな船を攻撃したみたいです。なんちゅうむごいこと。ひどいな。全滅か。いえ、なんとか一人助けました。元締め、今助けた人が呼んでます。急いでください、死にかけてるんです。そうか、すぐ行く。なんやなんや、金儲けの匂いがすんで。ちょっと待ってや、元締め。ちょっと、死にかけてんのに。誰や誰、誰や誰や、死にかけてるんは。うわ、なんや、枕元に死にかけたっとるやんけ。もうあかんわこいつ。うっしょっしょ、あきゃあきゃ、もうすぐこいつは俺のもの。マニーロ、この死神どうにかしてくれ。この人に死なれたらまずい。なんか伝えたいことがあるみたいなんや。しゃあない、わしが、わいが一肌脱ぎましょう。戦士の心当たりがあるんやけど。一万銭でどない出す？高すぎる。五千銭に負けんか。嫌じゃ。お前な、人の命がかかっとんのやで。しゃあない、五百銭でどないや。嫌じゃ。お前鬼か。六千銭でどうや。いや、これでいっぱいやで。嫌じゃ。あ、六千銭でいけましたね。ありがたい。早速頼むわ。頼んで急いで連れてきてや。よいしょよいしょ。もうすぐ俺はこいつのもの。付け入れはどないとこに。死神が取り付いたらおしまいや。この人も助かないやろな。死神が。付け入れはどうなったん？スケーラはどうなったん？スケーラ持って帰らなかったら、主人公たちを連れてこれない。スケーラももらったの？あ、スケーラもらってるじゃん！水の中でも息ができます。やったやったやった！お金を預けてから行こうかな。なんかヘマして死んだら嫌やし。お金預けて主人公たちを呼びに行ってきまーす。手に預ける、預ける。6000円。はい、ほな行こっかー。これでセーブしてから行こう。はい。これで連れてこれる。ほんとだね。連れてこれるよ。
ただね、難点があって、僕さ、さっきデスルーラーでここまで来たからさ、守り煙使いましょう。こっからどうやって主人公たちがいたあの砂浜に行くのかがわかんないんだ。左は危なかったから、どっちだろう。が、お、なんかダンジョンになってる。ここは多分後で来るんだろうな、きっと。ってことは北側じゃないってことか？なんかだいぶ、なんか入り組んだとこ歩いちゃってるけど大丈夫これ。あんまり煙使いましょう。守り煙が切れた時が俺の命が切れる時だな。こいつの命が切れる時だわ。ここちゃう？ここかな？ここかな？ん？ここじゃない、ここじゃないわ。どこだろう、主人公たちのどこは、どこだろう。ちょっと待って、魔法の地図、やばいやばい、怖い怖い怖い。一歩でも、一歩でも守り煙なしで歩いたらやばいよね。主人公たちはどこにいるんだろう。ここまた違うとこだよね。地図地図地図ってあれじゃないの？魔法の地図持ってるよ。でもなんか今使えなかったから上に出たらいいのか。地上に出たら地図使えるのかな。なんかスタートボタンで多分地図が見れたと思うんだけど。これじゃない？今右下のとこじゃない？ここがあれやろ？真っ赤やろ？え？どっかで地上に出て地図を見よう。地図地図！地図使おう。ここじゃない？ここっぽいよ、ここっぽい。あ、ここだ！あれ？みんなどこ行ったの？あ、いた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 。えらい、遅うなってすんまへん。ほな、行きましょうか。まったく、いつまで待たせるんだよ。やった！ほんとよ、待ちくたびれたわ。ほな、みなはん、借金をワイに返すためにも頑張りましょう。海底だと見れないんだっけ？見れなかった。まさか、見れないとは。あ、入れ替えるって感じになったんだ。おー。スタミナのもと、見よう。素早くそう、見よう。ラッキーのエア、見ろ、見よう。オッケー。これでだいぶ、場所が空きましたね。月エラは使えんの？月エラって使えんの？あ、使えないね。マニーロたちは月エラを首につけた。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。せめてあの人を倒してからさ、死神倒してあの人を助けてからやっぱり今日やめたいよね。やめるにしても。助けに来たよ。どこだっけ？こっち？どこだっけ？左側の4人がバトルメンバー、右側が控え。あ、やっぱりそういうことだよね。ありがとう。守り煙の効果が効いた。ここじゃない？っていうか、あれだね。
宿2つあったんだね。気づいてなかったわ。ちょっと待って。もう1個の宿の値段を見てこよう。ちょっと待って、ニーナちゃんの MP がやばい。AP がやばい。ニーナちゃんの AP がやばい。200ゼニーか。ゼニーが足りないようです。7個も使うかな。気力の実あった。 1,2,3,4,5 これでとりあえずいいや。とりあえずね、バトルメンバーこのメンバーなんで、ギリアムさんにしてもよかったけどな。さて行きましょう。戦います。うひょ、なんだお前ら、この俺を追い払うっていうの？うーし、し、やれるものならやってみな。マニーロ、イワシ大群使ってみようか。ミオは、サンダーパピーになります。ダンク君は能力ないので、とりあえずは、大地の鍵。ニーナちゃんはいつものごとくギーガンで、ミオを、レベル、じゃあ、攻撃力高くします。ミオ回復してくればよかったな。いてえ。イワシ大群 !75! すげえ。イワシ大群とイワシって一緒？イワシ使ってみましょう。ミオ攻撃。ダンク君は、今んとこ大地の鍵。ニーナちゃんは、ギガンじゃなくて、で、プララクをミオに使う。幸せになれ。いて。130。いいね。大地の鍵30。イワシ。45。大群の方がいいね。オッケー。マニーロはイワシ大群。ミオ攻撃。ダンク君は、大地の鍵。ニナちゃんはちょっと怖いんで、アプリフを使いましょう。めっちゃニーナちゃん狙ってくるやん。なんでな、あの死神。そうそう、ミオ狙って。ミオが一番、防御高いから今。いいじゃん ?75! いいね。いいじゃん、イワシ大群5、消費 AP5 であんだけいけんだったらいいじゃん。で、ニーナちゃんは、ギガンにしようかな。ダンク君。強くなれ。オッケー。いた。カテクとしてもよかったんだけど、大地の鍵。痛い。死神は平気な顔している。もうちょい行きましょう。ヨアシ大群、ミオ攻撃。ダンク君は、ギーガンしたので、普通の攻撃行きましょう。カテクと、ニーナちゃんで。硬くなれ。硬くしてあげるね。130。73。オッケー、いいね、73。強いよ。いいんじゃないっすか。イワシ大群いいね。イワシ大群ってもしかしてあれじゃない？全体攻撃なんじゃない？ニーナちゃんは、大地の鍵にしましょう。もうすぐ終わりそうだしな。と思っているけど、大丈夫かな。30 75。マニーロさっきいくら食らった？あ、全然食らってなかったわ。イワシ大群攻撃、攻撃。ニーナちゃんは大地の鍵。痛い。銀のナイフ取ったのに。あーやー、やったやったやった。ミオレベル20になった。勝った、勝ちました。うひょー、なんで俺がやられるの？くー、これでまたノルマを達成できん。お、覚えてろ。
ここは？おう、気がついたか。よかったよかった。ワイも苦労した甲斐があったで。何言うてんねん、一人でやったような口聞いて。ところで、ビルダーさんとやら、黒竜族に追いかけられてたみたいやけど、どないしたいんです？皆さんに伝えたいことがあり、奴らのところから逃げてきました。実は、我々は、鉄器衆と呼ばれる職人集団で、代々技を受け継いできました。ナイス、ありがとう。奴らはこれに目をつけ、我々に恐ろしい兵器を作らせようとしたのです。もちろん我々は抵抗しました。しかし妻や子供を人質に取られ仕方なく。こいつ助けたら破門解いてもらえるかもしれんぞ。任せてください。私たちは黒竜王ゾーゴンを倒すために旅をする者。私たちがみんなを助けます。世界一の大盗賊が味方なら心強いだろ。ちょ待て、あんたらそんな勝手なこと言うたらあかんわ。そういうことはワイを通してくれんか。分かっとる分かっとる。商人ちゅうのは人様に信用されるのが何より大事や。お前がこの人らを助けて安住できたら、それはもう立派な商人や。破門はなしにしたる。おおきに、元締めはん。ほな行こか。黒竜族の秘密兵器をぶっ潰すんや。行きましょう。ビルダーが仲間になった、嬉しい。行きたいところたくさんあるよ。おお。青銅の鎧、川の盾、木槌、それは無理やで。それはちょっと厳しいよ。でもお金ないしな。だいぶお金使っちゃったしな。お金、あ、でも6000円こないだもらったんだっけ。ゴージャスメール売っちゃうか。ゴージャスメール売っちゃっていいんじゃない、本当に。マックスメロン、スナイプグラブ、これじゃない。アイスダガーとどっちが強いかね。銀のナイフ、攻撃力は、おう、銀のナイフ弱かった。あれ、スナイプグラブはこの人じゃないの。説明、ギリアムか。なんか3000持ってる。あー、そっか、敵倒したから。ギリアム、これは両手が塞がってます。なるほどね。なるほど、そういうやつね。あずき、銀のナイフはどうなんだろうね。スナイプだからね。スナイパー、ボーガンとかじゃないとダメってこと。それともあれ、ゴージャスメール売っちゃおうかな。ダガー売っちゃおう。またぎの服も売っとう。ブロンズ帽もいいや。あれかな？
鉄砲とかが手に入るのかな。ちゃ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 。で、銭を出し。9000円。これで装備を整えよう。なんつった？ビルダーさん。ビルダーさんの装備を整えましょう。鉄仮面。30。金のティアラは？防御力40いいじゃん。割といいんじゃない？ビルダーさんの、あれだよね。なんて、アイアンハンマーだっけ？武器をね。トリプルダガー。これは多分ね、アイスダガーの方が多分強いと思うんだよ。鉄の鎧。よりかは、他のとこちょっと見よっか。鉄の鎧ありだけどね。置いてて、あ、え、ネイルここじゃないの？え、違うの？ビルダーさんじゃないの？爪。そういえばさっきさ、あれだったね。なんか、岩どかしたら誰か会えるとこあったね。アイアンハンマーこれこれ。45。鎧杭の剣。62。これがあれですね。次の、ブロードソードの次ですね。アイスシールド、角カブト、フルフェイス。37。30。アイアンハンマーかな？装備でも外せないかな？木槌よりはアイアンハンマーの方絶対強いでしょ。アイアンハンマー買いまーす。ちゃんとここに木槌置いててくれてんじゃん。30でしょ？アイアンハンマーが45。いいじゃんいいじゃん、上がるじゃん。アイアンハンマー買いましょう。とりあえずこれでいっか。死ぬかな？変わらんかった。行動力ゼロ。この人一番遅いんだ。アイアンハンマーね。聖堂の鎧、でも鎧ぐらい買った方がいいのかな？まあ、いっか。売るだけ売って、また必要になったら買おう。いろいろ。ファイアストーン。売ります。投げやり売りましょう。こないだ買ったとこだけど。ゴージャスメールも売ってしまおう。あの時すごい大変だったけど。ショートレイピア売ります。肌着の服売ります。ロングボウ売ります。ブランズボウ売ります。ダガー売ります。木槌売ります。これいっちゃう？で、ガンツの人たちを助けるんやろ。よし。ほんな今日はここまでにしまーす。セーブ、オッケー。あー、面白かった。よかったね。だいぶなんか面白かった。雑談部屋目に切り替えまーす。今日はね、始めたの遅かったのとちょっと喉が調子悪いので短めにしました。2時間ぐらいでやめるつもりが3時間ぐらいやってしまった。ははは。あー、おー。
いやー、新しい人仲間になったね。新しい人が仲間になりました。来週は、あれですね。ビルダーさんが仲間に。ビルダーが仲間に。何?力持ちのビルダー?ビルダーが仲間に。ガンツの街の人たちを助けるみたいな感じのタイトルですな。当たら、オッケー、音は鳴ってる鳴ってる。はい、じゃあ、クイズしましょう。どうしようかな。どうしようかな。何にしよっかな、クイズ。よし、これに行こう。行きます。じゃじゃん。ここでクイズです。問題。ゲーム、ブレスオブファイア、竜の戦士で仲間になるキャラクター、マニーロの、マニーロが覚えている、技に出てくる魚は、何という魚でしょうか?これでいいかな?違うね。ゲーム、ブレスオブファイア、竜の戦士での、ゲーム、ブレスオブファイア、竜の戦士のキャラクター、マニーロが最初に覚えている技は、何の魚の技でしょうか?これでいいな。ゲーム、ブレスオブファイア、竜の戦士のキャラクター、マニーロが最初に覚えている技は、何の魚の技でしょうか?てててってれててれん、てててってれててれん、てて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 てん、てててってれててれん、てててってれててれん、てて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 てん。正解は、イワシでした。イワシ、イワシ。ストーリーもだいぶ進んだね。ほんとだね。だいぶ進んだわ。めっちゃ進んだよね。なんか。ダンコくん連れてきてさ、光の、鍵二つ手に入れたもんね。闇と光の鍵。両方手に入れましたね。イワシです。答えはイワシです。イワシとマニーロさんは、はじめイワシっていう技と、イワシの大群という技を覚えておりました。はぁ、ストーリーだいぶ進んだね。なんか、船っていうかなんか、海の底の街に行けたの楽しいね、やっぱりね。こう、海の中の魚の町に行けたのが楽しいですね。繁盛人の町。魚人族。新しい。あ、そうか。マニーロさんも仲間になったわ。マニーロとガンツが仲間にやね。マニーロさんも仲間になってるわ。今日ずっとマニーロさん使ってたもんね。よかったですね。マニーロ。マニーロおもろいね。なんか。コメディキャラやね。ほんなん今日はちょっとサクッと終わろうかな。夜遅くまで来てくれてありがとうね。見てくれてありがとう。動画の概要欄に、ブレイスオブファイア、竜の戦士の再生リストと、ツイッターとインスタグラム、ともはるみおのメガネコタイムの URL を載せてます。ツイッターとインスタグラムでは、ゲーム実況やる30分前ぐらいに告知を出しているので、ぜひ、フォローよろしくお願いします。ツイッターは今フォローバックするようにしてます。それからみんな、いつも動画にいいねボタン、グッドボタン、ありがとうございます。いつもすごく助かってます。ありがとうねー。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。何何?行ける場所増えて寄り道も楽しくなる。あ、そうだねー。なんかさ、なんかさっきさ、行ったさ、なんかこう、浜上がっていくとこあるじゃん。新しい大陸とかあったもんね。うん。あと、あれだな。ビルダーさんが仲間になったから、あそこ、光の街の東にある洞窟にあるさ、壁のとことか、あと、パスラの浮島の壁のとことかも行かなきゃいけないね。あとなんか、メモしてあったんだけど、闇の街?闇の街の中に力が強かったら動かせる、箱?
箱が積んであるやつがあって、それ動かしたら後ろにさ、階段が隠れててさ、そことかも行きたいですね。行きたい。あとさっきさ、行かなかったけど、今の、マッカの中、半魚人の、マーケットになってる街のところの、右上だったかな、人が隠れてるとこあったじゃん。あそこも行かなきゃいけないですね。いろいろ行きましょう。うんうん。いろいろ巡りたいですね。まあ、でも多分、一応ね、ストーリー的には、ギリ、職人の町の人々を助けてから動く感じかな。ああ、あったね。あったよね。あそこ行かなきゃなと思って。そうなんですよ。その辺もね、ちょっといろいろ回って、宝箱とこうゲットして、寄り道してから行きたいなと思います。ほな、今日ありがとうね。じゃあ今日そろそろお休みにしまーす。お休みしまーす。ありがとうな。ほなね、バイバイ。また、明日、ちょっと、喉の調子によってやるかわかんないけど。月曜日になったらまた一気団結やります。ほなね、バイバイ。おやすみ。バイバイ。おやすみ。チャオ。